それでは時間になりましたので、帰還に向けた安全安心対策に関する検討チーム第4回の会合を開かせていただきたいと思います。本日は検討チームの先生方全員にお集まりいただきました。それから、関連する省庁の方にも左側にご出席をいただいております。お手元に座席表があると思いますので、あえてそれぞれご紹介をいつものようにはしませんので、恐れ入りますが発言の前にはご所属とお名前を言っていただけると非常に助かります。それでは開始させていただきます。まず、事務方の方からこの配布し、お手元の資料についてご説明をご確認をお願いいたします。はい、お手元の資料でございますが、座席用の下に今回の議事次第がございます。その下にですね、資料 1-1 としまして、帰還に向けた安全安心対策に関する検討チームヒアリング結果という、これは160ページほどのもの、それから資料の 1-2 が帰還に向けた安全安心対策に関する基本的考え方案、それから参考資料1が帰還に向けた安全安心対策に関する検討チームについて、参考資料の2が前回の議事録でございます。参考資料3といたしまして、東京電力福島第一原子力発電所の事故に関連する健康管理のあり方提言を配布させていただいております。過不足ありましたらお知らせください。以上でございます。傍聴の方にもすべて同じものが配られていると思います。それでは最初にこの資料の 1-1、 帰還に向けた安全安心対策に関する検討チームヒアリング結果について説明していただきます。その前に一言お礼を申し上げます。ヒアリング、どなたのご意見を伺ったらいいかといってようなことは、ここにいらっしゃいます検討チームの先生方からこういう人からご意見を聞きなさい、こういう実情を見なさいということの示唆をいただきました。でそれに沿って、そういった方を今日ご紹介するような方々のヒアリングを行いました。私自身は少し職務の関係で伺いませんでしたけれども、ここの検討チームの何人かの先生方にはお忙しいところ現地まで一緒にヒアリングにお付き合いいただきまして、一緒にご意見等を聞いていただきました。厚くお礼を申し上げます。それと同時にですね、このヒアリングというかいろいろ意見を言ってくださった方、今日お話をするのは非常にまとまった形でまとまった紙しかないんですけれども、非常にお忙しいところを、それからすごく時間をかけて丁寧に説明をしてくださいました。丁寧にお話をしてくださいました。その全てがここに網羅されているわけではないんですけれども、議事録とかいったようなもの全て取ってありますので、それも加えてお礼を申し上げます。この場を借りて厚くお礼を申し上げます。ありがとうございました。それでは、ヒアリングの結果について大体の、要点を説明お願いいたします。はい、資料 1-1 ヒアリング結果という資料をご覧いただきたいんですが、表紙をおめくりいただきますと目次がございまして、その次の1ページ目、ヒアリング結果の最初に概要を添付させていただいております。資料の構成といたしましては、最初の概要を今日はご説明させていただきますけれども、6ページ以降ヒアリングの結果用紙ということでですね、詳細なメモとそれからいただいた資料を添付させていただいておりますので、ご確認いただければと思います。それでは1ページ目に戻りまして、ヒアリング結果のところをご説明申し上げます。最初の文章でございますけれども、こちらのヒアリングは地元の民間団体、自治体、大学関係者などさまざまな人や機関が放射線に起因した不安を抱えている人々と向き合ってこられているということで、それぞれの主体がどのような課題に直面し、どのような課題を乗り越えたのかなどにつきまして、検討チーム有識者、それから事務局において聴取を行ったものでございます。で聴取をさせていただいた方々のリストを1ページ目に載せてございます。民間団体における取り組み、自治体による取り組み、それから大学関係者による取り組みという順番になっております。おめくりいただきまして、ヒアリングにおいて伺った主な内容ということで整理させていただいてございます。最初に菅野宗男様、
特定 NPO の福島再生の会の理事でございます。で、内容といたしましては、生活再生までの道のりはまだまだ遠いと、村民、行政、大学、研究機関などの専門家と NGO、NPO などさまざまな関係者が信頼し合い共同できるよう体制を早期に確立することが必要。特に行政は役割を分担すべきところ今は分担している。もっと準備のために一体となって取り組む体制を考えるべきです。それから復興再生の事業は地域や地域住民の自立再生のためにやることが目的。除染はその入り口であるが、その除染の後にどうするかが見えてこない。既存意欲、生産意欲に結びつくものすら見えてこないので、自立再生までのロードマップを作らなければならない。住民再生のためにやるのだから、住民の声を聞いて企画立案段階から一緒に住民参加型の事業が重要である。このような事業に継続的な予算をつけるべきである。住民と行政、住民と住民は互いに理解し分かち合うことが大事。住民、行政、大学等で得られたデータはすべて共有公開し再生に活用すべき。海外の研究者も福島に来て研究できるような体制整備が必要。さらに次世代に引き継ぐことが私たちの責任といった内容でございました。続きまして、生活協同組合コープ福島の野中様、それから加藤様から、お話をお伺いしました。コープ福島ではガラスバッジの配布、家庭の食事の放射性物質の摂取量調査、それから組合員による仮設訪問住宅、住宅除染サービスなど被災者支援を続けている。住民支援をする際はどういうスタンスで関わるのかが重要であって、押し付けるのではなく不安を共有することが重要。不安を低減するには住民の物差しで話ができるかどうか、専門家の一方的な説明では内容が正しくても反感を招くことがある。実際に住民と向き合い支援するには、迅速に住民の相談に対応できる体制を整え、その場で解決できる権限を与えるべき。3ページ目の上に移ります。個人線量測定や食事調査は、放射線のことを理解せず我慢して暮らすのではなく、正しく理解して前向きに暮らしてもらうために役に立つ。長期にわたる支援を継続するには、国はイニシャル経費ではなくランニング経費に予算をつけるべき。住民、市町村が自分たちのために使える予算が重要ということでございました。続きまして、伊達市市民生活部理事の半沢様からのご意見でございます。リスクコミュニケーションについては、科学的な面とメンタルな面との双方が必要、取ってつけたようなものは信頼されず受け入れられにくいと。ガラスバジですね、これ地ではなくて地を用いた全住民の個人線量の測定は、自分の線量が分かるということが普及の要因だった。各省の取り組みを結びつけることで、市内で活動をしているさまざまな団体の活動に横串を通すことができるかもしれない。市町村ごとに個別に避難指示を解除しても、生活圏、こちらは病院ですとかスーパーとか職場だとか、そういったそのものをその一括してですね、地域として表す概念でございますけれども、生活圏にある市町村の避難指示が解除されないと住民の帰還は進まないと思われるといったご意見でございました。続きまして、同じ伊達市の長谷部様、健康福祉部の次長の方でございます。個人線量の測定で実際の被爆線量が分かり、不安の解消につながった。実測値は帰還を判断する材料になる。地域メディエーターという取り組みは行われておられまして、リスクコミュニケーションを担当する方でございますけれども、地域メディエーターには市民が安心を得られる効果があった。相談員は同じ担当者が継続することが望ましい。情熱がある人が望まれる。住民の相談に乗る人が信頼を失うことがないよう、制度としてこのような人を支える仕組みを期待すると。続きまして、飯舘村の菅野村長でございます。専門家研究者の説明が住民に理解できないことがあり混乱した。国による放射線に関する正しい理解のための積極的な発言を期待する。リスクコミュニケーションには実施する人材が最も重要。この地に骨をうずめる覚悟があるかどうか。村の要望に応えられるようにフレキシブルな支援、
予算面での支援が重要ということでございました。続きまして4ページ目、川内村の井出復興対策課長と井出川内村商工会の会長でございます。長崎大学との協定、川内村には前回もご紹介したように長崎大学の高村先生と織田先生らの拠点がございまして、その関係の活動でございますけれども、長崎大学との協定の仕組みは非常にうまくいっている。専門家のサポートは住民の帰還、村の復興再生にとって重要。こうした自治体支援の仕組みを国が中心になって広げるべき。国が福島に拠点を整備するのは重要。健康管理の面では検診受診率が下がっており、受診率を上げるためには県全体で受診しやすい取り組みを考える必要がある。既存にあたっての最大の課題は除染と雇用の場の確保。企業の誘致もしているが根幹となる農業林業が重要。高齢者が帰還し、その高齢者にサービスを提供するのは若い人なので、そこで雇用が生まれコミュニティが発生する。外から人を呼び込むことも大事ということでございました。その次の高村先生は前回の会合でご紹介いたしましたので、その次の織田先生のところに移らせていただきます。織田先生の会合では高村先生も同席をされておられます。織田真紀子様、長崎大学の、原爆障害の医療研究所の大学院生と保健師でございます。地元の保健師は通常業務に専念し、自分は放射線関係の相談に専念することにより分業を図ったと。既存当初は除染や放射線の健康影響についての不安が多かったが、徐々に相談内容が多様化してきている。内部被曝の問題については食品の検査をいつでも行える体制、測定は村の担当者が行う。で、いつになったら山菜が食べられるようになるのか気にしているので、専門家に見通しを立ててもらうことを考えている、そういったことでございました。続きまして5ページ目の上でございますが、福島県立医科大学の宮崎先生にお聞きしております。個人診療結果はこれご本人に送付するだけではなく、1対1の対面で説明することが重要だと。それから月単位の測定では不可能なんですけども、その時間単位のですね、個人診療データを分析することによって診療と行動の因果関係を分析することが可能になると。それから田村市での対象人員に比べて、今後避難指示を解除した場合、大規模の住民を対象にケアする必要が出てくるということで、これまでの成功例をそのまま応用できない可能性があるので工夫が必要です。放射線の影響よりも避難に伴う環境の変化やストレスによる肥満の増加の問題が大きい。そのような個人個人が抱える問題をケアする人材が必要ということでございました。最後の吉田先生の前回の会合でご報告させていただいております。であと7ページ以降ですね、先ほどもご紹介しましたけれども、詳細なメモといただきました資料を添付させていただきます、いただきましたので適宜ご参照いただければと思います。当方からの説明は以上でございます。はい、ありがとうございました。最初にちょっと申し上げていましたように、これは本当にヒアリングの、最初のところに、事務局において聴取したっていうふうな言い回しになってますけれども、こんな不遜な態度ではなくてですね、いろんなご意見をいただきました。それでこちらで今お示してありますように166ページもの資料になりました。おかげさまで。そのほとんどが 80%、90% 以上が先方様からいただいた資料です。こういった資料を原子力規制委員会あるいは原子力規制委員会のこの検討チームできちっとウェブに載せることができるということで、感謝の印というか、そういうことで皆さんにお知らせするということで、一つのお礼とさせていただきたいと思います。こういった資料をお作りになるの非常に大変だったと思います。本当にありがとうございました。重ねてお礼を申し上げます。
このヒアリングいろいろご意見をいただきましたときに、こちらに座ってらっしゃいます検討チームの先生方にも何人かご参加していただいているところもあります。もし何かここにまとめたようなもので何か齟齬があったり、あるいは付け加えたりした方がいいようなこと、あるいは参加はしてらっしゃらなかったけれどもこの辺をもう少し詳しくお聞きになりたいというようなことがありましたら、各先生方からご意見なり、追加をお願いいたします。前回ですね、すみません、春日です。前回他の委員の方々と一緒に、ヒアリングまた現地調査の、実現をお願いしますということで事務局また中村先生にお願いしましたところ、このように実際に詳細なヒアリングを実現していただきましたことに改めて感謝申し上げます。また中村委員もおっしゃったようにヒアリングに対応してくださった方々にも厚く御礼申し上げます。私自身は川内村のヒアリングに参加いたしました。今まとめていただいたことに加えるとすればですね、井出様、お二人とも井出様ですけれども、お二人が強調していらっしゃったことは、元の村をそのまま、戻すことではなくて、今回の避難を契機に、川内村らしいその復興の仕方を改めて考えて、新たにその村のビジョンを持ちたいという、そういうお話でした。そのことを強調してちょっと付け加えたいと思います。それから私自身は大変その時間が限られていたので、事務局の方で調整していただいた他のヒアリングに同行することができませんでした。そこで土日 週末を使いまして、現在横浜市に浪江町から避難している方、それから、昨日は浪江町に実際に行きまして、現在仙台市に避難している方と、それから浪江町のその役場の方と、本当にこれは個人的にお話をしてきました。その中でちょっと共有させていただきたいことをまとめます。まず、避難をしている方お二人のうちお一人は、このまま避難を継続したいというご希望でした。で、その理由は家に帰っても2年半以上、留守にした家はもうネズミだらけでカビだらけで、そのまま帰れる状態ではないこと、それから帰っても仕事がないこと、それが大きいということでした。で、現在一番困っいろいろ困られてるんですが、現在その困られてることの一つは避難先で、自分たちが避難者であるがために肩身の狭い思いをしなければいけないこと、それから、いろいろな不安をずっと持ち続けなければいけないことということでした。何を望まれるかということは、人として本当に当たり前の生活をしたいということだそうです。それからもう一人、現在は避難していますけれどもいずれは浪江町に帰りたいという方、この方も、がん以外の健康影響に、不安があるということをおっしゃっていました。また、仕事や家が、元のままではないということにも不安を感じられていました。けれどもこの方は、浪江町としての、特徴またメリットを生かせないかということをお考えで、福島第一原発に至る北の玄関口である浪江町のその利点を生かしてそこに新たな産業基盤を作ってはどうかという大変前向きな、ビジョンをお持ちでした。その新たな再興、町の再興という意味では川内村でお聞きしたことと重なりました。それから役場の方、一つの不安の材料は現在の福島第一原発の現状だそうです。第4号機で使用済み燃料の移動が始まろうとしていますけれども、ぜひその様子を、ウェブカメラで公開してほしい、そのことが、一つの安心材料につながるということをおっしゃっていました。以上、情報提供させていただきます。情報共有させていただきます。ありがとうございました。はい、どうぞ。ちょっとだけ
付け加えをさせていただきたいんです。私も川内村の方にお邪魔をさせていただきまして、お話を聞きました。ここにさらっとまとめてありますけれども、特に印象に残ったのが、インフラとして重要な学校の再開をしたと。しかしその学校の再開が市町村をまたがるとですね、近くにあるんだけど隣の町から通えないというような問題があるんだというようなことを聞きました。でもこれは交付金の話その他でいろいろ問題があるんでしょうけれども、市町村ごとの取り組みということで、学校にしても検診にしてもそうですけれども、さまざまなことが、かつてのといいますか震災前と同じ枠組みで行われていると。しかしこういう特殊な事情を鑑みればですね、そういうお互いに相互乗り入れといいますか、市町村間の協力や協調というようなことが今まで以上にこうスムースにできるような、環境整備があったらいいのになというようなことが、私は印象に残りました。それからもう一つは国なり県なりが支援をしてくれる、特に技術的なサポートなどがしてくれるような拠点というようなことの必要性についても発しゃっていただいた中で、いろんなものが分散しているということをやっぱりどこの方も多分思っていて、データやいろんな結果が、あるいはさまざまな情報や相談の窓口で、除染ならこっちとか、なんとかならこっちとか、野菜はこっちみたいな話があるので、やっぱりワンストップでいろんな相談に乗ってくれるような体制が、町としても作りたいし、その我々その町なりその拠点の人たちが、町なりが相談をする相手である拠点もですね、どこの窓口なんだっていうことがわからないのはやはり不便だっていうようなお話を伺いました。先ほどその検診の話もしましたけれども、やはりその市町村単位で行われている事業で、それが今本当に市町村が大変な思いをして復興を目指しているというのはよくわかりました。しかし単独の市町村ではできないということがあることも一方確かであり、やはり国としてあるいは県としてやるべき仕事がたくさんあるんだなということを感じて帰ってまいりました。ありがとうございました。本当に熱心に取り組まれている様子を見せていただいて、それから短時間の間にセットしていただいたことには感謝をしたいと思います。ありがとうございます。あまりでございます。なんか電源が入っていなかったようで失礼いたしました。2点ばかりでございます。非常に限られたスケジュールの中で多くの方のヒアリングを組んでいただいてありがとうございました。でただ第3回にですね、特に地元の当事者も住民からも直接聞いていただきたいとなことをお願いしておりましたけれども、なかなか限られた時間の中でですね、ご推薦申し上げた方すべてを聞いていただくということも難しかったかと思いますし、私自身の都合もありまして、なかなか現地に赴いてお話を伺う機会というのは非常に限られていたかと思います。で今日に間に合っているのはここまでということかと思いますが、決してこれで終わりではなくて、むしろその現地の事情をよく聞きながらですね、そこに応じた対策を講じているのはまだまだこれからということかと思います。またその、関係省庁もですね、ぜひ一緒に行っていただいて、向こうで現場を見て一緒に問題を分かち合うというような、そういうプロセスも必要ではないかというようなこともあったかと思いますので、そういう意味ではまだまだこれとかかり、特に検討チーム事務局だけでヒアリングをされたようなケースもあったかと思いますので、これは決してこれで終わりではなくて、むしろこれが始まりだというふうに捉えさせていただければと思います。からもう一点は先ほど春日委員から春日先生の方から詳細にご紹介ございましたので、特に付け加えることはございませんが、私も昨日浪江の方同行させていただきまして、浪江それから南相馬へ行ってまいりました。で、そこの中でやはり現場で行ってこそ分かる部分というのもございますので、また徐々に少し関連した発言をさせていただきたいと思いますけれども、やはり現場に自ら出向くということ非常に重要かと思いますので、先ほどの繰り返しになりますけれども、なるべく多くのですね、この場に参画している方々がこれから先現場の実施をよく見てくるということの重要性、再度強調させていただきたいと思います。ありがとうございました。はい、今の森内先生のお話に私全面的に賛成で、これは
実はこのプロセスは我々が今知るためにやっておるんですけれど、実際これ本当に復興が本格的になってくると現地からの細々した情報をやはりきちっと吸い上げて、その度にその政策面に反映するとか、そういうプロセスが必要になってきます。だからこれは単にその我々が勉強するためにというふうなものだけではなくて、もっと広い意味合いがあるというふうに私は思っておりますので、よろしくお願いいたします。明石先生は。明石でございます。私自身は今回1回も参加できなかったので、ちょっとお聞かせ願いたいんですけども、これはこちらからかなり質問をされて答えられたのか、それとも大体相手方の住民の方、その他の市長、行政の方から大体フリーに話していただいたのか、ちょっとその点をお聞かせいただけたらと思います。事務局からお答えさせていただきます。ヒアリングに伺う際にですね、事前にですね、いろんなこういうテーマでお聞きするということを一応お願いをいたしまして、例えばその伊達市の半沢様のところではですね、こちらは住民の方々に放射線の個人線量計をですね、配布されるその先進的な取り組みをされておられたので、その事項についてお聞きしたいということでお邪魔をいたしました。そういうふうに基本はそのこの今テーマでございます安全安心対策に関してどんな取り組みをされているかということをですね、健康相談のその実績でございますとか、リスクコミュニケーションに関する取り組みでございますとか、そういった取り組みについてお聞きしたいということでお伺いしておるところでございます。事務局から以上でございます。私自身は初期の頃に健康の説明会等で住民の方のお話をさせていただいたことがあるんですが、この今回のこのヒアリングの結果を見ていますと、当時と変わっているのは非常に生活について元に戻りたいっていう気持ちがかなり強くなってきて、初期の頃とはだいぶ違っているんだなっていうこと、それから放射線のことについてもやはりどっかの頃にはあるんだけども、生活とにかく帰りたい、それから地元で、生活をしたいっていうするためには何をすればいいんだろうっていうことをかなり住民の方が強く、それから深く考えているんだなというふうに私自身は感じました。ありがとうございます。ちょうど明石先生がおっしゃったようにですね、私自身も多分明石先生と同じ頃にホットラインを受けておりまして、その時のホットラインの相談の内容とはかなり違っています。ですのでこのヒアリングの結果というかヒアリングの行動というのは非常に重要なことですので、このことは重く受け止めると同時に、今各先生方から言われたように、これはヒアリングをするというのではなくて、必ず何回もこの検討会では言われているんですけれども、そのニーズをよく聞くということで、それに対してきちっと答えるということが必要ですので、あとでも少し出てくるとは思いますけれども、そういう受け口を作る、受け口を作ったからといってそれを作ったらそれでいいというわけではなく、それを活用させてさらにそれを発展させていくというような仕組みにしないと、何のためのヒアリングだかわからなくなってくると思います。それから春日先生、それから森口先生がおっしゃいましたように、もしかすると大きな組織とではなくって、個人個人のところから声を拾い上げていかなければならないこともあると思います。私も経験しておりますが、皆様が一緒にいるときにはなかなか本当の不安っていうのはおっしゃらないときがある。いちいちでお話をされた方がリラックスして本音を話されることがあると思います。あるいは立場上をもう少し分かりやすい人に、もう少し自分の身近な人に相談したいということもあると思いますから、そういったことも含めて、これは最後の方にはきちっと書いてあるつもりですけれども、そういう仕組みは作っていきたいと思っております。で、川内村に関しましては、その井出様お二人、同じお名前の名字の方ですけれども、ここに関しましては、今、春日先生と森口先生がご一緒していただいたということで、
あ、星先生、ごめんなさい。星先生と春日先生がご一緒していただいたということで、ちょっと今の言っていただいたことをの要点だけを2つぐらいちょっとここに付け加えておいていただけますか。その方がいいと思うので、ヒアリングはそれでよろしいでしょうか。それでは次に進めさせていただきます。次がですね、一番の難題でして、帰還に向けた安全安心対策に関する基本的考え方ということで、案というものを作らせていただきました。これが資料の1の2に相当いたします。で、まずこれを論議していただく前に、私の方から一言お断りをいたします。私はこの検討チームが開始するにあたって、これは放射線に対する不安といったようなものをこの検討チームを通して共有をし、それに対してどういうような対策をすればいいか、帰還ということに限らず放射線に対して不安を持ってらっしゃる方がこの検討チームの会合を見ながら、あ、こういうこともあるんだ、こういうふうにみんな不安に思ってる、それに対してこうやって向き合っていったらいいのかっていうことを、この検討会議を通じてご覧になり、少しでも不安の解消に努めることができればというふうには考えておりました。ただ実際に思うこととやりたいこととやれたことは明らかに乖離があり、私自身もこの4回、今日が4回目というか、たったの4回で、それが十分に議論し尽くされたとは決して思っておりません。全く不十分であるとは思っています。ただ、一方で、いろんなご意見を聞いて、特にこのヒアリングとかいうのを聞いて、私自身、あるいは福島に住んでらっしゃって、今、こよなく福島を愛してらっしゃる、原子力規制委員長の田中先生のことを考えると、この年は来年はどういうふうに暮らしていけるだろうということをなるべく早い形で国が、あるいは私たちが少しでも決断をする、一歩でも早く一歩でも前に進むことができるのならば、この検討チームで行っている課題はこれから先必ず続けていくということをお約束して、一旦は原子力規制委員会で引き取らせていただいて、それを減災本部なり各関係省庁に投げたいというふうな思いに駆られました。従いまして、今日は少しエンドレスになるかもしれませんけれども、なんとかここで一つのキックオフをこれでさせていただきたいと思いますので、これから説明をさせていただきますが、よろしくご了解、ご理解のほどをお願いいたします。それではまず最初に資料の1の2について順番に、はい。今中村委員の方から今日の進め方についてご説明ございましたので、こちらの方からもですね、質問といいますか、ちょっと提案をさせていただきたいことがございます。で、最初に質問しようと思っていましたのは、今日必ずその今日の2時間プラス延長という時間の中でほぼ最初はまとめなきゃいけないのかどうかということをお聞きしようと思ったんですが、それはイエスということかと思います。で、そうであった場合にですね、エンドレスといいましても、やはり私も含めまして他の予定もございますので、やはり一定の時間で議論しなければいけない。で、そこでやっぱり時間切れで議論を尽くせなかった場合についてですね、その最終的な提案をどういうふうにまとめていくのか、よくあるスタイルはその座長に一任というようなことがあるわけですが、ぜひ私どもとしてもお手伝いさせていただきたいと思っておりますので、そこについてはそういうことでご理解いただければと思います。から、そういったことを確認した後でですね、非常に限られた時間でございますので、資料を具体的にどう修正するのかの議論のルールみたいなものをやっぱり決めていただきたいと思っておりまして、いつもですと割にランダムに手を挙げてそれについていろいろ議論してということになるんですけども、そうしますとやはりその時間がなかなか効率的に使えないところもあるかと思いますので、もしよろしければ一通りご説明いただいた後でですね、各その外部有識者の方から特に重要な事項を優先しながらですね、ここ何ページのここについてここを直してほしい、こういうことだということをなるべく先に一通り意見を申し上げてですね、それを事務局の方で書き取っていただいて整理をしていただいた上で少し議論させていただくようなことをしてはいかがと思いますけれども、そんなことをお願いできますでしょうか。事務局の方の体制よろしいですか。はい、それでは
ここの資料の1の2か、もちろんエンドレスって今日一日中という意味ではありませんので、終わりは限られてますので、できるだけお時間の皆様方のお時間の許す限り進めさせていただきたいと思います。資料の1の2 に関しましては、森本次長の方から順を追って説明をさせていただきたいと思います。でとりあえず、1の検討の背景のところ、の分をよろしくお願いいたします。それでは説明と申しますか、読ませていただきたいと思います。まず検討の背景ですけれども、これまでの議論を踏まえまして、検討の背景、これからの取り組み方といったものについて書かせていただいてございます。東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に伴って放出された放射性物質による被曝のリスクを回避することを目的として、国は平成23年3月以降、福島第一原発から半径20キロメートル圏内及び半径20キロメートル以内の地域であって、空間線量率から推定された年間積算線量が20ミリシーベルト以上となる地域における住民に対して避難を指示した。その後、線量水準に応じた避難指示区域の見直しが行われ、避難指示解除準備区域、居住制限区域、帰還困難区域の区域指定が行われたが、避難指示が継続されたことに伴い、今なお多くの住民が避難生活を余儀なくされている。避難した住民にはこれまでに2年8ヶ月を超える長期避難生活に伴い、日常生活や将来に向けての生活再建、生活設計ができないことに起因する心理ストレスや、これに付随した健康問題が発生している。また家族の断絶や無人となったふるさとの荒廃、コミュニティの崩壊などの問題も発生している。さらにこれらの問題は放射線による被曝に対する健康不安や放射性物質で汚染された環境での生活再建にかかる数々の不安とも密接に関連しており、問題を複雑にしている。このような問題から、現在避難している住民の中には、早期の帰還を希望される方々のほか、避難先など元の居住地以外での生活の再建を希望する方々や、今も決めかねている方々など様々である。国は個々の方々の選択を尊重しなければならない。国は避難している住民の個々の不安に応えるに際し、帰還を選択するか否かにかかわらず、これらの問題に向き合い、必要な措置について総合的に検討していくことが必要である。前述した通り、避難した住民の生活に関する不安及び放射線に対する不安は密接に関連している。そこで原子力規制委員会は、帰還に向けた安全安心対策の策定にあたり、避難した住民の生活に関する不安の解消に向け、原子力災害対策本部の一員として、以下の事項について国としての取り組みの必要性を提起する。避難指示区域等の市町村の主体性を重んじた復興支援、帰還後の住民の生活設計、子どもの教育・生育環境や医療・介護環境、生業を確保できるような生活環境に資する取り組み、避難を継続する人、避難区域外で放射線に対する不安を抱えている人への対応、帰還を選択する住民と帰還を選択しない住民との間など、異なる状況に置かれた住民間で圧力が生じないような丁寧な取り組み、福島第一原発で働いている作業員の安全確保や健康管理、また放射線に対する不安の解消に向け、原子力規制委員会は平成25年3月に東京電力福島第一原子力発電所の事故に関連する健康管理の在り方について提言をまとめている。これに加えて、今般原子力規制委員会は検討チームを設置し、線量水準に応じたきめ細かな防護措置として、帰還の選択をする住民の放射線に対する不安の解消に向けた対策を科学的技術的な見地から検討した。これはすべて原子力規制委員会の名前になってございまして、規制委員会としてこういうことをいわばコミットさせていただくという構造になってございます。
1のところで、くくらせていただきます。1ポツのところでくくらせていただきます。今、森本次長より説明がありましたように、ここの主語はもちろん国はなんですけれども、ここが原子力規制委員会は、原子力規制委員会はということになっております。で、すでにご存知のように、その2ページ目のところにありますいくつかの5つのポイントですかね、そこにつきましては、この検討チームを立ち上げまして、1回目2回目3回目と皆様から、必ずしも放射線ということに特化したのではなくって、全体的に考える必要性があるということを提起していただきました。で、それを踏まえた形で、原子力災害対策本部の一員、つまりここに参加しているこの会議の一員は原子力規制委員会であり、個人としては原子力規制委員長なんですけれども、こういった方々がきちっとこれを見ていく、問題を提起する必要性を提起するだけでなく、これをはっきりと責任を持ってこのことを伝えるという役目を担っております。従いまして、これは検討チームからというではなくて、原子力規制委員会としてこの取り組みの必要性を提起したいというふうに考えております。ですから、ここの一ポツのところ、まあ最初の方は検討の背景ですから、どういう事情でこの検討チームを立ち上げるに至ったか、あるいは逆に原子力規制委員会に対してどういうことが問題として突きつけられたかということにはなるんですけれども、後半の方は原子力規制委員会としてこういうことをしたいというような書き方にしております。何かここまでのところで、ご異論とか、あるいはここをもう少し、一行加えたいというようなことがありましたら、ご指摘いただけたらと思います。星でございます。前々から言わせていただいていることで、1点、2点ですかね、ちょっと抜けているというか、追加していただきたいことがあります。それは確かに避難指示があって、避難をした人たちという人たちがいて、前から話しているように、そうでなくて避難した人という人と、避難指示があっても避難しなかったという人もいるし、あるいは、避難したくてもできなくて、避難区域外だけれども不安を抱えている人というのがいると。で、これの問題は、今回のメインのテーマではないけれども、やはり継続して考えていくべきもので、これは実は避難区域の人たちの帰還や生活再建と密接に関係するんだという話をさせていただいて、おおむね皆さん理解をしていただいたと思います。で、それがちょっと表現として抜けているので、そのことは加えていただきたい。特に最後の下りで、避難した住民と書いてありますが、次の2ページ目の1行目ですね、避難した住民をはじめとして不安を抱えて生活する、住民ですね、他の方々のことですけど、の生活に関する不安ということで、この人たちもいるということを忘れない。で、実は下に書いてあるのは、避難区域外で3つ目のポツですね、放射線に対する不安を抱えている人への対応ということで、ここには書かれているというふうに私は理解しますが、やはり明示をしてほしいというのは1点です。それから先ほどの話にございました、その1ポツのところの市町村の主体性を重んじるということの一方で、市町村の垣根を越えた取り組み、つまり相互に、例えば先ほどの例で言いますと、小中学校の設置運営は市町村の、それぞれの市町村の責任でありますが、その相互の乗り入れということになりますと、市町村間だけでですね、話ができることではないので、国が提起するというのであれば、市町村をまたがることについての、お互いの理解とか協力促進のようなための取り組みというようなことが書かれている方が、私たちとしては理解しやすいし、取り組みを今後していく上でも、規制庁の話であるかないかということを含めて提起するということの前段ですから、その辺は網羅をしてほしいなと思います。ありがとうございました。2ページの1行目、避難した住民のというところ、それから、ポツの一番最初のところ、市町村の主体性を重んじた復興支援というところ、少し文章を書き換えることを事務局の方でお願いします。春日です。1ページの下から2行目、
下から2段落目、それの1行目ですけれども、国は個々の方々の選択を尊重しなければならない、これは第1回目から、私たち声を揃えて申し上げてきたことです。これをただここに理念として書くだけではなくて、それをしっかり実現していただくために、この段落の最後ですけれども、必要な措置について総合的に検討していくことが必要である、検討ではなくて担保していくことが必要であるとまで踏み込んでいただければありがたいと思います。それから、2ページ目、星がご指摘されたところの一部になりますが、ポツの1つ目、避難指示区域等の市町村の主体性に加えて、市町村並びに住民の主体性というふうに住民を加えていただければと思います。2ポツ目では帰還後の住民の生活設計について具体的に踏み込んでいただいていますけれども、1ページでその避難を継続する方の選択も尊重するというからには、同じことを、やはり尊重する形でここにも盛り込んでいただきたいと思います。そのため3番目のポツのところ、避難を継続する人で止めずに、避難を継続する人の、生活設計ということで、2ポツ目と同じことをここにも繰り返していただきたいと思います。以上です。ありがとうございました。今ご指摘いただきました最初の方はですね、ちょっと原子力規制委員会のという主語のところの前になりますので、ここはちょっと事務方と相談してください、させてください。原子力規制委員会はというところの前までは、ちょっとこちら側で受けた課題の方の内容になってますので、そこを国は個々の方々の選択を尊重しなければならないというこのフレーズは国も一応納得はしております。ただ今春日委員がおっしゃられたように、それを担保するような書き方をしなければならないというんでしたら、ちょっとそれを後ろの方に持ってくるような形になると思いますので、ここの文章の中ではちょっと書き換え下の方になると思いますので、それはそれぞれのってちょっと書きぶりを変えさせてください。それで、ご提案のあった、2ページの方の丸ポツ丸が1,2,3,4,5と書いてあるところの一番上のところは、今星先生からいただいたものと春日先生からいただいたものを少しうまく合わせるような形で文章を書く。 そうですね。はい。それから、3番目ですかね、3番目のところには2番目のことの帰還後という形で、繰り返して書くような形、多分今春日先生がおっしゃっていることと星先生がおっしゃっていることのコンセプトはかなり近いものにあって、いわゆる一人一人の意見もきちっと聞く、市町村としての意見も聞く、ただ一つ一つを聞いてると、なんかそのお互いに、こう関係していて、またがっているような案件についてはむしろそこの独立性というか一本性が強調されるあまり連携がならないと困るので、それもきちっと連携できるようにするっていうような形のもので受け止めることができれば、少し文章を少し変えてみたいと思います。基本は個々の意見を必ず尊重するということが単なる理念ではなくって、きちっとそれを実行するということですよね。そうですね、分かりました。じゃあそこを少しちょっと文章を考えて入れ込むことにします。はいはい、森口でございます。事前にこれを一つ前のバージョンを送りいただいたのに対して、2ページまでで合計8点の修正意見を出しておりましたけれども、おおむね反映をいただいているんですけど、2つ残っていた点がございますので、それを発言させていただきます。と1点目はですね、すでに星先生、春日先生からご発言のあった2ページのですね、3つ目のポツで避難を継続する人、避難区域外で放射線に対する不安を
抱える人への対応と書かれているんですが、まあ、ここの書きぶりが2番目と揃っていない、3番目についても十分に踏み込んでいただきたいということを申し上げるつもりでした。でただ星先生おっしゃった通り、その前の文章が避難した住民の生活に関すると書かれているので、避難していない、避難のその強制避難の対象になった区域よりもむしろより高い放射線の下で避難をせずに暮らしておられる方もいらっしゃるわけですので、そういった方も読み込めるような文章にしていただきたいというのが1点目です。で2点目はですね、これちょっとかなり大きな話で、これも原子力規制委員会としてどこまで書けるのかというお話はあるのかと思いますけれども、2ページの冒頭のですね、1行目2行目あたりに原子力災害対策本部の一員として以下の事項について国としての取り組みの必要性を提起すると書かれております。でこれまあいくつかの問題があると思っておりまして、国としてので、国って一体どこがやってくれるんだろうかって話を皆さんおっしゃる、提起するけど本当に提起した上でやってくれるんだろうかと、こういうお話がございまして、でここをもう少し踏み込んでいただきたいと、思いました。でそこで終文案をお送りしておりますので読み上げさせていただきます。原子力規制委員会は原子力規制委員会設置法第1条にうたわれた縦割り行政の弊害を除去し閉じという趣旨を重んじ、原子力災害対策本部の一員という立場を超え、以下の事項について原子力災害対策本部を構成する各省庁原子力規制庁を含む閉じが担当省庁とロードマップ進捗状況の点検報告体制を明らかにした上で早急に取り組むことを求める、まあ、このようなやや強い表現かと思いますけれども、この終文案につきましては事前に事務局のにはお送りしておりますのでご参考にしていただければと思います。ありがとうございました。主語が原子力規制委員会というふうになっておりますので、今のことに関しましては今私がそのままはいというふうにここで結論を出すわけにはいきませんので、その文言を含めて入れ込んだものを近いうちの原子力規制委員会の方にかけさせていただいて、そこでご了承を得ればそのまんまになりますし、あるいはそこで終文になるかもしれませんけれども、その分は一応受け取らせていただくということでご理解願います。似たようなことで、これまたその規制委員会としてこれが入れ込みくるかどうか分かりませんが、これは規制委員会として書いておられる文章なんですね。でところが我々どうなんだよという問題があって、我々もすごく一生懸命、これは大変な状況なんだと、それにしっかり対応しなければならないということで、そのやってきたと私自身は思っています。だからここでその例えばこの後ろ何が出てくるか分からないんですけど、それに関して我々責任があると考えています。でそうするとですね、主語が規制委員会だけではなくて、検討チームは、例えばこれが OK となった場合以下のことをの考え方であるという、まあ、自分たちの理解をここに書く、これについては検討委員会責任があるので、このチームとしても今後この行方を見守る見守りたいと、そのためのシステムもシステムとして、だから検討チームというものをある程度のスタンディング的な形でキープしていただきたい。そうでないとよく起こることですけど、どっかへ切れて飛んでいっちまうわけですね。でそれはやはり我々にとってはお前あんなこと言ってたけど綺麗事じゃねえのとかって言われるとですね、これは困る。そこのところは規制委員会だけじゃなくて我々も一生懸命やってますんで、よろしくお願いします。わかりました。実はですね、この検討チームそのものはどこが終わりというものではありません。同じような検討チーム原子力規制委員会の中で立ち上げています。例えば私が関与しているものでは防災対策とかそういったようなものもありまして、これは全部検討チームはどこが終わりではなくて永遠にというかですね、ずっと続いております。で必要に応じて、その度に招集というかですかね、いろいろご意見を聞いたり、あるいは検討チームのメンバーも場合によっては
多くの方を入れたりとかって内容になっています。ですから、丹羽先生おっしゃるように、本当にここまでしていただいて、そしてまだ十分ではないということもお互いに納得をしておりますので、それは検討チームが、これが今日が終わりではありませんので申し訳ございませんが、まだずっと付き合っていただくことにはなると思います。ただそれをここに、この文章の中に入れ込んでおいた方がよろしいですか。これはですね、何かの形できちっとした文章に残しておいていただいた方が、今後何が起こるかというときに、やはりそれは問題であるということが我々きっちり発言できるような形で置いていただけると非常に安心いたします。では書きぶりとかいったようなものについてはこちらの方に任せていただいて、どこかの形で文章に残しさせていただくという形でよろしいですか。ご指摘を踏まえた形で案を作りまして、またご相談かけた上で規制委員会にかけるという形を取りたいと思います。ありがとうございます。はい、どうぞ。任せていただいてというのがちょっと引っかかったんですけど、我々もコミットしたいですよってことがここに今の発言の趣旨でございます。だからもちろん書き直す部分はやっていただいていいんですけど、それはやはり我々がインプットできる形でやらせていただきたいというふうに私は思います。段取りとしては今のはここの少なくとも資料1の2全部にそうなんですけれども、今のご意見を踏まえて、今他の先生方からいただいたものを全部踏まえた形で、まず原子力規制委員会として提出する前に先生方にお見せします。それで、まずそこで十分かどうかということももちろん見ていただきますけれども、その上で、出させていただきたいとは思っておりますが、その後のことについてまたどういうふうに書くかということはまたご相談させていただくということでよろしいですか。ありがとうございます。明石でございます。2ページ目のこのポツが5つある、まあ3つ4つ目までは住民帰還についてでありますが、最後のポツは作業員の安全確保や安全管理となっています。もちろんこれなしでは帰還はもう当然なり得ないということで、その重要性は認識をしているんですが、ここは具体的なイメージとして後半の部分に、まあ、おそらく具体的なことを書くというよりは、これは、まあ、厚生労働省も含めてあと事業者等にしっかりやりなさいというイメージの他に何かここで考えられることがあるのか、ちょっとイメージ湧きにくいので教えていただけたらと思うんですけど。私どもの理解ですけども、まさにこの原子力災害対策本部はですね、オンサイトオフサイト双方ともに 対応を求められていて、でそこでの健康管理は大きな課題でございます。でこの検討チームは帰還に向けたということございますけれども、今までのご議論はそれに限らずですね、帰られない方もそうだし、あるいはそもそも避難されている方もそうだし、みんな取り組む必要がある。でそれのミッションはですね、減災本部として取り組む必要があるし、それを規制委員会、そのメンバーの一人である規制委員会を見るということですので、当然にこの何ですか、視野の中には入っているということで、違和感は特にございませんけれども。ご納得いただけました。おそらくですね、確かに福島第一原発というところでというか、福島県にで今働いていらっしゃる方、それから避難をしていらっしゃる方、避難をして帰ろうという決意をしようかしまいかいろいろ迷っていらっしゃる方、いろんな方々が共有しているのが一つが
放射線に対する不安だと思うんです。それでそれをざっくり書いてしまうとこういうふうになってしまうんですけれども、福島第一原発で働いている作業員の安全確保や健康管理ということに関しましては、例えば、枝分けするとつい近々では福島第一原発で働いている作業員の方々がきちっと安心してというか、安全も確保しながらきちっとやりなさいねというような形は原子力規制委員会としても指示を出しておりますし、いろんな形でもやってます。ただそういうことをやってるよということを皆さんに知らしめたりとか、あるいは健康管理をきちっとやってるよって、こんな形のものをやってるよっていうような具体的な作業とかいったようなものに関しては、残念ながら各関連省庁とかいったものに投げざるを得ないのが実情です。ですから私どもが原子力規制委員会として、もしできるとするならば、福島第一原発で働いていらっしゃる作業員の方々がきちっと不安に向き合ってきちっと作業をしている、あるいは不安があった時にどういうような健康相談を受けたりとか、みたいなことをきちっとしているか、それかあるいはその場所がきちっとそういう環境になっているかということを責任を持ってウォッチングをし、もしまずいことがあったら規制委員会の名前でいろんな形で示唆をしようと、これは原子力災害対策本部の一員というよりもかなり踏み込んだ形に、オンサイト的になりますので、これは特定廃炉とか、そう特定施設とかいったようなこともありますし、今現在汚染チームとかいったようなこともありますので、かなり原子力規制委員会としては中に踏み込んで、この辺のところは意見を出しているつもりではあります。はい、どうぞ。もう少し書くとすればですね、多分、被爆管理あるいは健康管理、そして安全確保でやってるかやってますっていうことではなくて、その結果どうなんだということが、知らされること、それは個人のプライバシーやその他に配慮した上でですけれども、そのどのぐらいの被爆の人たちがどんな環境で生活をし、そしてその結果がですねどうなっているのかということは、自分たちの被爆の線量などとも比較しながらこう考えうる一つの大きな材料になるだろうという、それを言うと原発の中の人たちを材料にするのかって言われると困っちゃいますが、そういうことではなくてですね、やはりそういうことがしっかりと行われてます、でこうなってますということが我々に提示されることが必要なので、書き換えるとそれも多分安全確保や被爆管理健康管理の充実とその情報提供の推進というようなことが求められているんだろうと思うので、そういうふうに具体的に書いてもらったもですね、やってるかやってますという話に聞こえちゃうと、せっかくの議論が無駄になるような気がしますので、その辺を配慮をお願いしたいと思います。大体理解できた。別にここに違和感を持っているということではなくて、今星先生が言われたような内容が分かるように示した方がいいと、そういう意味です。ありがとうございます。ちょっと事務局の方でちょっと修文してみてください。いたしました。それでは次に行ってよろしいでしょうか。それでは二ポツのところから、住民の帰還に向けた安全安心対策の基本的な考え方ということで、二ポツを5ページまでですね。じゃあよろしくお願いします。それでは5ページについて、3ページから5ページまで、説明させていただきます。住民の帰還に向けた安全安心対策の基本的考え方、括弧1で、線量水準に関連した考え方、括弧2で、個人線量に着目することについてとなってございます。まず括弧1の線量水準に関連した考え方ですが、放射線による被爆に関する国際的な知見および線量水準に関する考えは以下の通りである。放射線による被爆がおよそ100ミリシーベルトを超える場合には、がん罹患率が死亡率の上昇が線量の増加に伴って観察されている。失礼しました。がん罹患率や死亡率の上昇が線量の増加に伴って観察されている。100ミリシーベルト以下の放射線による被爆線領域では、
がん等の影響は他の要因による発がんの影響等によって隠れてしまうほど小さく、医学的に健康リスクの明らかな増加を証明することは難しいと国際的に認識されている。公衆の被ばく線量限度年間1ミリシーベルトは国際放射線防護委員会 ICRP が低線量障害被ばくによる年齢別死亡リスクの推定および自然から受ける放射線による年間の被ばく線量の平均値等をもとに定めたものであり、放射線による被ばくにおける安全と危険の境界を表したものでないとされている。事故などの非常事態が収束する過程で被ばく線量が平常時の公衆の線量限度年間1ミリシーベルトより高い状態が継続し、被ばく線量の低減に長期の時間が必要な状態以下現存被ばく状況というにおいては、線量限度を用いず公衆の被ばく線量の低減活動の目安とする線量域1から20ミリシーベルトを設けることとされている。この線量域の中から国の当局は関連するステークホルダーの見解を適切に取り入れ、社会的経済的リスク等を考慮した上で適切と判断される値を目標として選択し、生活を継続しつつ長期的にこの線量域の確保を目指すことは適当であるとされている。我が国では国際放射線防護委員会 ICRP の勧告等を踏まえ、空間線量率から推定される年間積算線量10ミリシーベルト以下の地域になることが確実であることを避難指示解除の要件の一つとして定めている。ただし避難指示区域への住民の帰還にあたっては、当該地域の空間線量率から推定される年間積算線量が20ミリシーベルトを下回ることは必須の条件である。国が帰還という選択肢を示すにあたっては、同時に以下について責任を持って取り組むことが必要である。長期目標として個人が受ける追加被ばく線量が年1ミリシーベルト以下になるよう目指すこと、避難指示の解除後住民の方々の被ばく線量を低減しつつ住民の方々の健康を確保し、放射線に対する不安に可能な限り応える対策をきめ細かに示すこと。参考は省略させていただきます。括弧に個人線量に着目することについて、平成25年3月の東京電力福島第一原子力発電所の事故に関連する健康管理のあり方について提言にもあるように、放射線による被ばくの健康影響を判断するためには個々の住民の被ばく線量をできるだけ正確に把握することが重要である。また住民の長期的な健康管理の面においても、今後とも個々人の被ばく線量を個人線量計等によって継続的に実測し、その記録を残すことが重要である。したがって住民の帰還にあたっては、被ばく線量については空間線量率から推定される被ばく線量ではなく、個人線量計等を用いて直接実測された個々人の被ばく線量以下個人線量というにより評価することがことを基本とすべきである。またこれまでに各市町村で測定された個人線量の結果によれば、空間線量率から推定される被ばく線量に比べて低い傾向ではあるものの、個々の住民の生活や行動によってばらつきがあることが確認されている。したがって一律の対策ではなく、個々の住民に着目して対策を講じることが重要である。ありがとうございました。基本的な考え方2つあります。もちろん連携しているものですが、1つは線量水準に関連した考え方、ここもなかなか説明が難しいんですけれども、帰らないはもちろん個人の決定に尊重するわけですけれども、私どもが言える範囲としては、放射線の被ばく線量というものを一つのメルクマールとして、それで帰る帰らないを決めていただく、あるいは帰ったらどういうふうな不安があるということをご議論願いたいということでした。で、実際にはここで言ってます20ミリシーベルトというこの値そのものではなくって、この水準に関連した考え方をお認めいただきたいということが最初からの趣旨でございます。
そしてその線量を測るにあたっては、推定というよりは個人で自分自身がどれだけ被爆をしたかということを見ることによって、少しでも不安解消に役立つのではないかということで、ここに基本的な考え方として、付けさせていただいた次第です。で、特に最初にあります3ページにあります、放射線による被爆に関する国際的な知見及び線量水準に関する考え方といったようなものは、ここにありますような ICRB とかいろいろな形の、ここには書いておりませんけれども、後につける予定ですが、出典といったようなものを明らかにする予定でございます。どこから持ってきたかということ。ただ、それ以上に、このことについては非常によくお詳しい明石先生、あるいは、庭先生の方から、こんなことは書いてないよとか、ここの表現が間違ってるよとかいうようなことがありましたら、3ページのここの丸が3つポツがあるんですけれども、ここのところ非常に多分明石先生も私もちょっと経験があるんですが、この辺の言い回しって相当誤解を生んだりですね、ミスリーディングになったり危ういところがあるんですけれども、文章に書いてしまって特に問題がなければ、このこと、それから ICRP の考え方の捉え方についても庭先生よくご存じてらっしゃると思うので、なんかこの辺で、ここは違うんじゃないのっていうようなご意見がありましたら、そこを訂正させていただきたいんですが、あるいは今それがなければですね、最後のところまで、5ページの最後のところまで特に何かご意見があったり、あるいはもう少し付け加えるべきだということを、実際には、6ページ以降の取り組みというのがかなり具体化されていますので、ここは少し考え方とかいったような基本というか、基盤というか、プラットフォームというか、そういう形にはなるんですが、もしそこが崩れたり齟齬があったりするといけませんので、もしよろしければご意見いただきたいと思います。はい、どうぞ。森内でございます。非常に重要なところかと思います。他の先生方もおそらくいろいろご発言されるのではないかと思います。ちょっと先に割に文言の修正で済みそうなところからお話をさせていただきます。3ページの末尾にですね、20ミリシーベルトを下回ることは必須の条件であるという表現がありまして、前のバージョンですと必要条件であって十分条件ではないという書き方になったと思います。じゃあそれはそれで分かりにくいかなと思うんですが、必須ということを書いていただいたんですが、十分条件ではない、十分ではないという言葉が抜けた結果ですね、結果的にその何を言おうとしているかといいますか、前の表現とちょっとやっぱりニュアンスが違っているような気がしますので、そこをちょっと直していただきたいの、それを申し上げているのは今日 の、 この会合に至る数日前からですね、やっぱりいろんなその報道がなされているかと思うんですけど、どうもそこの中でいくらこういうふうに書いたとしても正確に伝わらないのかなと思うようなところとかですね、いろいろありますので、そこをやはり正確に伝える努力再現最大限しなければいけないかなということからの思いでございます。で、2点目はですね、もう少し早い段階で申し上げるべきかだったのかもしれませんが、4ページのですね、2つのポツの1番目にですね、長期目標として個人が受ける追加被爆線量が年1ミリシーベルト以下になるよう目指すことという話が出てまいります。それから今日全体のトーンとして、その空間線量からの推定ではなくて個人線量でという話が出てくるわけですけれども、これも一部で報道されていたわけですが、実質上その目標を緩和するということなんじゃないかというような批判もありました。で、これに関しましては第3回のですね、検討チーム会合の最後に一つ宿題を出させていただいていて、この安全な水準がどうかということとは別にですね、ある種の政治的な約束として、その例えば年間1ミリシーベルトというようなことをおっしゃったことがあったのかどうかということについて、関係省庁、特に関係省あたりからお答えいただきたいというような宿題を出させていただきましたので、これちょっと今すぐ出なくても結構なんですが、ここの部分に少し関係するところかと思いますので、今日の会合のどこかの適切なところでお答えをいただければありがたいと思います。以上2点でございます。はい、ありがとうございました。最初の方の必須の条件であり十分な条件でないというところは、少し書き換えは可能ですか？大丈夫、わかりました。
それからこの例の、まあ、20ミリシーベルト1ミリシーベルトってこれはこの後もちょこっと出てきますけれども、この数値を出すということは非常に私たちも注意はして数字が一人歩きをしていきます。で、あえて申し上げるとするならば、ここには多くの報道 の, かか関係者もいらっしゃいますので、私どもがこういったとああいったって言ったことに対して、一つ一つの報道に対して今おっしゃったことに対して特に答えるという形は取りませんけれども、何か私どもが申し上げたことに対して誤解があるようであれば、私はそれは正す、私たちの方の立場から正すべきだとは思っております。で、その今森口先生がご指摘のあったことに関して、何か事務局の方から答えることはありますか？関係省の除染担当の参事官の森下でございます。ご質問がありました1ミリシーベルト長期の追加被爆線量、個人 の, 被爆線量の目標ということで、ございますけれども、これは4ページに書かれているような書きぶり、これにつきましてはですね、もともとこれ原案委のご提言を踏まえて政府全体でこういう目標 を作ろうということで作られたものでございまして、まあ、その後、放射性物質対処に関する、まあ、特別措置法ができまして、その中で基本方針というのを定めまして、以降は環境省がですね、除染を取り組むにあたりましても、この政府全体のこの取り組み目標、長期的な目標を達成するために一つの方法として、除染についてもその方向を目指して寄っていこうということで、こういった書き方でですね、説明を類させていただいているということがございます。という公式見解をたびたび伺っておるんですけれども、現地に行きましてですね、お話を伺いますと、みんなもう年間1ミリだと思ってるよと。しかもその空間線量の計算式で1ミリということしかやっぱりみんな考えてないよっていうのことをこう言われてしまうもんですから、それはどこでそういう齟齬があったのかですね、その担当参事官としてはそういうお考えで、あるいはその霞が関の方ではそういうふうな見解であったんですけれども、現場でいろいろその住民の方などとお話をされる中でですね、その誤解を生じるようなことがあったのか、それはやはりもしそういうふうに約束をですねしてこられたのであれば、ここでいくら丁寧にですね科学的にこうだと言っても、そこの信頼関係が回復しないことにはですね、ここの部分の何て言いますか、ここで議論しようとしているとか、なかなか受け入れていただけないものですから、そこのところについてはもう少し踏み込んでですね、お答えをいただけないかなと思っております。はい、ですね、除染を実施するにあたりましては、実際の作業を実施するにあたりましては、住民の皆さん方にもですね、事前にご説明をさせていただいて、ご了解をいただく、同意をいただきながら進めていくということをやっております。その中で、例えば除染の作業につきましてはですね、やり方としては、除染というのはこう合理的な手法で、下げられるところまでも下げるというやり方でやっております。やり方もですね、試験施工というやり方をしておりまして、例えばどういうやり方をすればですね、一番最も効果的にその地域のですね、区域のその線量を下げられるのか、そういうことをいくつかの方法で試しまして、その中で最も下がる手法というのを採用する、そんなこともですね、住民の皆様方にお示ししながら除染の作業を進めさせていただいているということは実際にやっていることでございます。時間も限れております。今日この点この程度にいたしますけれども、やはり現地の方でですね、どういうふうに受け取られているのか、環境省がこう決めたわけではなくて、むしろそれ以前からのですね、政府としての基本方針がこうであったということだと思うんですけれども、そこのところがやっぱり現地で十分に正確に伝わっていなかったということがあればですね、それやはり説明する側にも落ち度があったというような、やはり謙虚な気持ちでないとなかなか信頼関係回復しないかと思いますけれども、その点につきましてはどうかよろしくお願いいたします。今の点以外によろしいですか？ICRP とか放射線のところとか
よろしいでしょうか。出典は書かせて、ちょうどここにはまだちょっと用意できてなかったのでなんですけれども、出典をどこから引いてきたかというようなことについては、それをリストとしてこの資料のところに付け加えさせていただきます。 ICRP といってもものすごく多くの量のパブリケーションがありますので、そのパブリケーションのところ、あるいはパブリケーションには番号がついておりますので、その中の番号とかいったようなものもあります。放射線による被曝のことに関しまがんとの関係についてはいろいろな形のものが報告されていますけれども、一番よく分かりやすいのは、例えば保育園でお作りになってらっしゃるような図なんですけれども、それ、とか、あるいは先生アンスケアでも出てらっしゃいますけれども、アンスケアも保育園で、日本語版を出していらっしゃいますけれども、そういった形の引用でよろしいでしょうか。その辺のところの、はい、じゃあ春日さん。出典を引用していただくということ、大変ありがたいと思います。もう一点、事務局に口頭でお願いしていたことがありまして、今の議論にも少し関連するんですけれども、空間線量率、それから年間積算線量、そして、個人の線量、それぞれ、換算が単純ではないわけです。でそこに、理解のされる上で誤解が生じる余地があると思いますので、どこかにですね、少なくともその3つについての定義をはっきり分かりやすく書いていただきたいというふうに思います。それからお互いの関係ですね、はい、それと、この1点目、私自身は放射線防護の専門家ではありませんので、学術会議の中の、専門の方に、私のその書き方をチェックしていただいたものを、事務局に、ご提案いたしました。そのことが1点目のポチの中にだいぶ盛り込まれていますけれども、若干一部、違うところがあります。そこが不正確であるといけないので、その点ちょっとご指摘させていただきます。1点目の4行目、がん等の影響とあります。それから5行目、疫学的に健康リスクというふうにあります。でこれは、がんによる、がん罹患率やがんによる死亡率以外の健康影響を含むというふうにも、理解されかねない表現かと思います。ところが、最近になりまして、がん以外の健康影響については、低線量でも疫学的に、差があるという報告も出ています。でこれらの論文を、否定することはできないと思いますので、ここ現時点ではっきり書けることは、がんによる死亡率ということと考えて、それに特化した書き方に修正していただいた方がいいと思います。すなわち、1ポツ目の4行目は、がん等の影響ではなくて、がん死亡率は、それから5行目も疫学的にがん死亡率の明らかなというふうに限定していただいた方が、現時点での知見ということでは、より確かな書き方になるかと思います。それともう一つ、すみません、3点もう一つがあります。この括弧1に加えていただきたいこと、それは子どもへの影響のことです。これは第1回 の, 検討チームの時に私も発言したことがありますけれども、その後この検討チームでは上らなかったのではないかと思います。本日の午前中、環境省の、委員会がございまして、そこで、子ども被災者支援法の、理念に基づいて、子どもを含む、健康影響の議論が始まりました。そのことも踏まえまして、どこかにですね、多分1ポツ目と2ポツ目の間あたりがよろしいのではないかと思いますけれども、小児における感受性の違いにも考慮すべきであるというような、そういう、文言を盛り込んでいただければというふうに思います。すみません、最初の方なんですけれども、最初ご指摘いただいた内容に関しては、むしろ明石先生がご専門なんですが、そういう書きぶりでよろしいですか。まず1点目、
大体見てるこのがん等の影響ということですね。おそらく私どもが知っている知見の中では、がん以外の疾患の線量っていうのは、まあ、例えば500ミリシーベルトとかもう少し高い線量であるというふうに私どもは認識をしています。で、まあ、ここは限定的に言ってしまえばそうかもしれないんですが、他の疾患を糖を溶けてしまうとそれだけっていうふうになるんで、私は今の文章の方がいいような気がするんですけども、どうでしょう。ここで考えたいことは、本当に考えたいことは、がんに限定しないで、もう少し広い健康影響ということなんですけれども、私の知っている範囲の論文では、ランセットと、あとリューケミアに、100ミリシーベルト以下の、ある種の被曝によって、差が出ているという、白血病の差が出ているという、そういう論文がありました。でこういう論文については、今後ですね、類似のまた関係する、疫学的知見、またその他の基礎的な、生物学的知見の、積み重ねによって、もう少しこう確実なものに知見としてなっていくものと思います。現時点ではそれらの論文の成果を否定することはできないというのが、より正確な表現ではないかと思います。ただそのことをここに盛り込むよりも、現時点で少なくともはっきり言えることをここに書くということの方が、よろしいのかなと思います。わかりました、はい、今のランセットとリューケミアの件は私も読んでおります、それではここのところはちょっと一回引き取らせていただいて、今の正確に書くことができることによって書くことに、これ文章に書くって結構重いんですね、日本語で書くっていうことは。ですので一回ちょっと書かせていただいて、先生方に見ていただくということでよろしいですか。例えば一つなどっていうなどを入れるだけでもかなり重い内容になってしまって、限定するっていうことはいろんな形でも事実になってしまいます。論文から引用するとってそのままコピー&ペーストするならばいいんですけれども、ちょっとこれ国の形で文章にしますので、そこはちょっと時間をいただければと思いますけど、よろしいでしょうか。すいません、私がその学術会議の専門発言を続けてもよろしいですか。はい、私が日本学術会議のその専門家からアドバイスを受けて事務局にお送りした文書の、文書にもう一文付け加えております。一応議事録に残すというために読み上げさせていただきます。一方、がん以外の健康影響については多様な知見が報告されているところであり、今後生物学的、医学的基礎研究並びに疫学研究の統合的解析が必要である。以上です。わかりました。それをちょっと事務方の方でよく聞いて、はい、あれしてください。それからもう一つの、ごめんなさい、宿題が多くて多分先生がおっしゃったことに対して答えてないのかもしれないんですけれども、その子どもの被曝のことについてどこに入れるというふうにおっしゃいました。何ポツのとこですか。1ポツと2ポツの間に、新たな1ポツというのはポツの1、ポツの1、国際的に認識されているというこのポツと公衆の被曝線量限度のこの間にですか。はい、新たなポツを入れていただければと思います。それは国際的な判断です、うん、それは国際的な知見とかおよび占領水準に関する考えという形で入れるんですよね。ここはそういう形なんですけれども、すみません、午前中のその資料を今探し出せばあれなんですけれども、一部引用できるものがあると思います。一つ、はい、どうぞ。これに関しては
国際的な知見で今2つ10ミリシーベルトでリスクが上がるという論文があります。一つはオーストラリア、これは随分人数が多いんですね。ただこれはいろいろな理由で非常にありえない疾患が増加すると、それは例えばメラノーマとかそういうようなものも増加する形になってて、メラノーマの場合は普通電離放射線では出ません。でそういう問題もあってこの研究に関しては人数はすごく多いんだけどいろいろな問題があると疫学者の中でネガティブな意見が出ております。それでランセット論文に関しましては、一つ評価十分できてないのが、なぜ小児の方が何回も CT 取らなきゃならないんだよ、しかも頭蓋部の。それでそれをその疫学者はそのいわゆる行楽因子なんか別のことがあったんではないかと。で脳腫瘍に関してはこれは今のところは非常に問題があるんではないかという議論になっております。でもう一つの疾患が増えておりまして、それが白血病なんですね。で白血病に関してはより脳腫瘍よりは信憑性が高いということで、この2つの論文で議論しますと、一応前者の論文は白血病は上がるとしたら白血病あるかもしれない。ただ我々の研究者の部分仲間では一つ論文が出たからといってそれがコンセンサスになるわけではないと思っております。それでそのような立場から考えますと、それと肥がん影響に関しても ICRP が100ミリシーベルトと言ったのはこれであればその肥がん影響はまず絶対出ないということが担保されるということから来ております。それでそういうような意味では、今のこのような形で私自身はいいのではないかと思っております。どうぞ。ちょっとこれ日本語国語の問題なので私がわからないだけかもしれません。1個目の2個目のポツのところには公衆の被爆線量限度括弧年間1ミリシーベルトと書いてあって、2つ目のところには被爆線量平常時の公衆の線量限度と書いてあって、次のページに行くと個人が受ける追加被爆線量が年今度は管が抜けて1ミリシーベルトとなってるんですね。これ脱字なんですか、それとこれ違うものを指しているのか、こういうところが丁寧さが足りないとですね、こう誤解を受けるような気がするんですけど、そこはちゃんと説明してください。おっしゃる通りです。これが混乱のもとなんですね。ですからこれが放射線を説明するときに何度も添え書きとかあるいは重複になってもいいからその1ミリシーベルトっていうこの1ミリシーベルトという言葉が一人歩きしている原因はこういうところにあるんです。ですからここをきちっと丁寧に年間1ミリシーベルト、今星先生からご指摘のあった1ミリシーベルトって書いてある意味が何であるかということをくどいぐらいにきちっと一つ一つ丁寧に書くような文章にちょっと変えていただけますか。はい、申し訳ございませんでした。年間1ミリシーベルトという訂正させていただきます。と言ったら申し訳ないです。この非常に僕は追加被爆線量っていう話とそれから公衆のっていうところで同じ1ミリシーベルトを使ってるんですね。これ評価の仕方が同じものなのかそうでないのかっていうことがわからないとそのまた誤解を生むんだと思います。したがって公衆の被爆の年間1ミリシーベルトのっていうもののモデルとですね、ここでいうところの追加被爆線量がっていうのはこれきっと違うことを指していると私は理解しますから、その違うんだっていうのがわからないと誤解をまた招きますので、ここは本当に丁寧に書いてもらわないといけないところだと思います。よろしくお願いします。 ICRP というのの一部を抜粋しているんですけれども、 ICRP は全てを全部最初から最後まで読まないとよくそこの定義がわからなくなってしまうので、それを抜粋してしまうと今のようにその公衆の被爆なのか
追加なのか、自分が受けている被曝なのか、あるいは空間占領率なのか、みんな同じように取られてしまうことがあります。ですから、その年間1ミリシーベルトだけじゃなくって、その前に書いてあるものが講習追加といったようなものをもう一度見直して、私の方ももう一度見直します。見直して書き直すようにお願いいたします。はい、どうぞ。それと、これ個人の占領を計測するということは非常に大事と思っておりますが、これ後の方で出てくるんですけど、5ページの一番最後にまずはそれの後にもっとちゃんと書き込みがあるんですけど、なぜそういうことをやるんだよ。それは別にその占領測定という意味で個人に即するというのは大事なんですけど、なぜ個人に即するか、その個人がその占領情報をきっちりと受け取らなければならない。で、それのただ単に受け取るだけではなくて、それはやはりマンツーマンでしかるべき専門知識を持った方との の関係で受け取らなければならない。そういうふうなところが抜けております。それはどういう文言にするかは別としてまず書き込んで、それから何ページだったかな、それからあと、8ページぐらいでしたっけね。そうですね、7ページから8ページのところで管理という流れがありますけれど、なぜこういうことをするかってことは最初に頭出しをしていただきたいと思います。ここに書いてあります4ページの個人占領に着目することについてというのは、実際に今丹羽先生からご指摘がありましたように、なぜ個人占領に着目するかということの文章が少し足らない気はいたします。確かに、ここには空間占領率から推定される被爆占領ではいろんな形で、ばらつきがあったりとかということもありますので、個人占領を図るべきだというふうにはしますけれども、個人占領計をつけていただくためには、なぜつけなければいけないか、なぜ自分で測らなければいけないかということは丁寧に説明する必要もあると思いますので、そのことを踏まえた文章を一文ちょっとどこかに入れていただいた方がいいと思います。すみません、先ほど春日先生からその子どもの、そのメラノーマあるいは白血病に関するランセットの論文に関しての知見について、記載すべきであるというご意見が当初あったんですけども、その後丹羽先生から違う、それは変更なしということ、はい、私はその論文をここに記載してほしいと申し上げたつもりはありません。はい、そういう論文も出ていますが、それを現時点での知見で否定することはできないでしょう。それを理由として、このポツの一番目、ここで、がん以外の健康影響も広く捉えるような形で、明らかな増加を証明することを否定することはあまりにも乱暴ではないかという、そういう意見です。ですので、この一ポツ目では、今のところその国際的にまた疫学的に、言える最大限のところということで、がんの死亡率というところに限定する方が正確ではないか、そういう意見です。それではいかがでしょうか。5ページ目まではよろしいでしょうか。より おそらくですね、3ポツつまり6ページ目からはかなり具体的なことになってきます。で、この具体的なものを少しまた抽出することによって、この2のところ2ポツのところに、先ほどちょっと丹羽先生からご指摘がありましたような言葉がもう一回繰り返されて、括弧2の個人占領、4ページにかかるところに文章として追加されるとは思いますので、その点も踏まえて3ポツ以降をご検討いただきたいと思います。それでは3ポツ以降よろしくお願いします。はい、3ポツ以降はまとめて読ませていただきたいというふうに考えています。住民の機会に向けた取り組みとして、パッケージの施策だというふうに理解をしてございます。
避難指示の解除後に住民が帰還の選択をする際には、個々の住民の個人線量を低減し、健康を確保し、放射線に対する不安に対して可能な限り応える対策をきめ細かに示すことが必要である。関係する省庁においてては、数々の対策を準備し、着実に実施していくことが求められる。また、避難指示の解除後の地域の状況は、国際放射線防護委員会 ICRP における現存被爆状況に準じた扱いをすることが妥当である。本状況下では帰還を選択した住民に対して国の当局が生活設計及び放射線防護の両面から帰還の条件の適合性を確認することになっている。加えてこの状況下において住民は自らの個人線量を把握し、被爆線量の低減を図りつつ健康を確保するといった放射線に対する不安の解消に向けた自発的な活動を行うことが望ましいとされている。したがって、国が帰還という選択肢を示すにあたって、国は生活設計及び放射線防護の面からの帰還の条件の整備及び住民の自発的な活動に対する支援をすることが必要であるとされている。住民の自発的な活動を支援し、住民のニーズに応じて数々の対策を講じていくためには、国、自治体、地方自治体、専門家、住民が共同して取り組むことが重要である。特に国には各地域の実情に応じて数々の対策を有機的に結びつける取り組みが求められる。また地域での取り組みを通じて、国はこれらの対策の運用方法の改善を図るとともに、不足する対策を住民のニーズに応じて追加していくというフィードバックが行われる仕組みを構築することが必要である。以上のことから、国は住民の帰還にあたり1から4の取り組みが必要である。1、地域における個人線量の水準の把握。個人線量は一般に空間線量率から推定される被爆積算線量より低い傾向がある。また個人線量は実測によるデータであり、被爆線量の実態をより正確に表しているが、個々人の生活や行動によってばらつきがある。住民が帰還するか否かの判断に資するよう、住民が帰還する前から帰還後に想定される住民の個人線量の水準がどの程度であるかについて把握しておくことが重要である。そこで住民が帰還の選択する地域においては、例えば国による以下のような取り組みが必要となる。避難指示解除準備区域等で活動する国や自治体の職員や、ふるさとへの帰還に向けた準備のための宿泊者など、日常的に避難指示解除準備区域等に立ち入りをしている人の個人線量を行動パターンや職業とともに把握すること、上記の情報等を活用してマップを作成するなど、住民に分かりやすく情報を提供すること、2、住民の帰還の判断に資するロードマップの策定。住民が帰還するかどうかを判断できるよう、国は重層的な対策を用意し、地域ごとにどの時期にどのような対策かどのような仕組みで利用できるかを示したもの、いわゆるロードマップを用意する必要がある。ロードマップには以下の1から4の対策が段階に応じて示されるべきである。別紙は11ページのところから載ってございます。また住民にとってインフラの整備や生活関連サービスの復興などの対策も帰還の判断に際して大きな要素であるため、これらに関する復興計画などもロードマップに合わせて提示することは望ましい。1、住民の個人線量の把握管理。帰還を選択する個人の個人線量の状況を把握するため、個人線量系統を用いて個々人の生活実態を測し、きめ細かく線量を測定するとともに、測定結果を分かりやすく説明し、住民が理解・相談をできる仕組み。2、住民の被爆線量の低減に資する対策。被爆線量の低減に資するため、例えば詳細な環境モニタリングを通じた線量マップの策定や、個々の市町村の状況に応じた復興の動きと連携した除染、個人線量の測定結果等をもとに汚染源の把握、その汚染源の除去・清掃等。3、放射線に対する健康不安等に向き合った対策。放射線に対する健康不安等に向き合ったきめ細かな保健活動、
健康相談等、丸4、放射線に対する健康不安に向き合って分かりやすく答えるリスクコミュニケーション対策、放射線関連を含む幅広い知見を踏まえた正確で分かりやすい情報の収集整理提供、住民の方々との信頼関係を築き、住民の問題意識に丁寧に応えられる専門家等の活動の支援、なお個々の地域や住民のニーズに応じて柔軟に対策を追加することは望ましい。括弧3、帰還を選択する住民を身近で総合的に支援する仕組みの構築帰還の選択をする住民の放射線に対する不安に向き合うためには、地域ごとにいわゆる相談員が住民の身近にいることが不可欠である。相談員は各市町村が地域の実情に応じて選出した帰還を選択する住民に寄り添って支援をする人たちのチーム班であり、地域に応じてさまざまな多様な形があり、例えば自治会の代表者や地方自治体の職員、各市町村で活動する医師、保健師、看護師、保育士等、以下保健医療福祉関係者等というなどが考えられる。相談員を中心とした取り組みは、放射線に対する不安にかかる対策を有機的に結びつけ、対策が効果を発揮する上で不可欠なものである。また相談員は住民の日常生活や将来に向けての生活再建、生活設計の支援、避難の継続に伴う不安の解消といった幅広い役割を担うことが期待される。さらに帰還した住民による、ふるさとの復興やコミュニティの復活など、帰還した地域の生活環境の向上にも資することが期待される。そのため国は各市町村が地域の実情に応じて選出した相談員の活動を継続的に支援することが必要である。なおがきで放射線に関する取り組みの例を掲げてございます。放射線に対する不安に向き合うにあたって相談員は例えば以下の役割が考えられる。個人線量計の使用方法や記録方法との説明、被爆線量を減らす方法の助言、例えば線量マップを示して住民の生活行動を助言、宅地内の汚染源の把握や除去清掃等を実施、自家栽培自家消費作物を摂取する際のアドバイス、放射線に対する相談等を実施、例えば個人線量計の測定結果等に合わせて放射線に対する健康不安をはじめとした数々の健康不安に関する相談等を実施。括弧4、相談員の活動を支援する拠点の整備。相談員が括弧3の活動を行うためには、科学的技術的な面からの組織的かつ継続的な支援が不可欠である。このため国は地方公共団体における相談員の活動を支援するための拠点を整備することが必要である。本支援拠点は以下の機能を持つことが必要である。相談員を科学的技術的に支援するための専門家ネットワークの専門家ネットワーク、放射線の防護、環境モニタリング、保健医療福祉関係者等のネットワークの構築、相談員の放射線に関する知識の習熟のための研修、住民の健康管理に資する個人線量データの継続的な把握、また本拠点は相談員の活動状況や地域の復興に応じて専門家ネットワークを構成する専門分野の追加、変更を図るなど、機能を柔軟に変更していくことが必要である。以上でございます。はい、ありがとうございました。別紙の1として付け加えさせていただいているのが、住民の帰還の選択を支援する個々の対策と、その実施の際に考慮すべき課題です。ここはむしろ文章よりも箇条書きにさせていただいて、それぞれの括弧1、括弧2といったようなものが、今森本次長の方から説明があった散歩図以降の括弧1、括弧2というものに対応しております。それで対策としては、関係省庁における対策ということで、検討会の1回目、2回目にそれぞれの対策をご披露いただき、その時にいろいろ考慮すべき課題という形でご意見をいただいたものを丸に、あるいはヒアリングの結果からも踏まえて、丸にを少し具体的な形で、実際の実施の際に考慮すべき課題という形で、羅列をしてあります。
で、最終的には私どもが出す取り組みとして散骨でまとめたものが大きな柱としては括弧1、括弧2、括弧3、括弧4です。ただ括弧3も括弧4も実際には相談員、まあ、この相談員という名前もそれぞれの地域によって違って、地域メディエーターとか、先ほどちょっとヒアリングのところで見せていただいた地域メディエーターだったり、あるいはリスクコミュニケーターだったりといったようなお名前になっていますので、ここでは相談員の方が分かりやすいかなと思って、一応相談員にはしていただき、してみましたけれども、格別に定義があるわけではありません。ただ心情的には誰もが身近にいて相談に乗ってくれる人というようなニュアンスです。で、相談員もこういう書き方にすると相談員一人みたいになってしまいますけれども、8ページのところの下にありますように、相談員というのはいわゆる支援をする人たちのチームとか班といったような形のもので、だからこそ相談員一人にかかる役割というのは9ページに書いてありますように非常にたくさんの役割がありますが、これは一人が背負うことではありません。そういったものを一つのまとめとして、わからないことがあったら誰が説明する、あるいはもしわからないことがあったら誰かに聞くというような、少しちょっとこう広げた形の相談員のチームというふうに考えていただければと思います。で、これが私どもが検討チームとして何度もご指摘をいただいた、この先ほどもちょっとご指摘をいただいたんですけれども、言葉が分かりにくい、こういったようなことがどうしても通じないとかいったようなこと、それからフィードバックをしていくためには、この相談員のシステムが非常に重要だというふうに考えておりますし、ヒアリングでもそういう方々の活動がうまくいっているということを如実に経験しておりましたので、そのことをあえて相談員という形で3と4を書かせていただいています。以上のことについて、先ほど森口先生からご指摘があって、この部分はとかっていうふうにあったんですけれども、まあ、全体として本当にどの部分をということではないので、お時間が許す限りというか、ご議論いただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。2点、先ほど冒頭でも話をさせていただいたんですが、この作りは分かったんですけど、なんか分かりにくいなというのが、全体の構造としてはですね、なんだかなんかもぞもぞしちゃう感じなので、もう少し好きってやってほしいなというのが1点なんですが、具体的に言って、何度も話題に出している検診の受けやすさのっていう話はですね、やっぱり厚労省が嫌がるんだと思うんですけど、やっぱりその市町村の枠組みを超えて、つまり自治主体である市町村の枠組みを超えて検診が受けやすい環境を作る、実際に受けてない人非常に増えてます、受診率が下がっているのも大問題だというのは、これ多くの市町村から聞かれます、福島県内全体にそうですけれども、特に避難をしている住民の皆さんたち の検診の受診率すごく下がっているのは大きな問題で、何年間も例えばがん検診など、あるいは生活習慣病に関する検診などを受けずに、たまたま何年か後に受けたときに非常に悪化している状況で見つかるということは大変心配です。そのときに、放射線の影響じゃないかという話がまた出てくるんだろうと思うんですけど、それはそれとしても、やはり受けやすい環境を作るということについて、それは市町村の役割で、国や県は頑張れと言って太鼓を叩くだけだって言って、その太鼓のこともここに書かれていないので、太鼓さえなくなっちゃったのかなというのは、ちょっと私としては不満といえば不満であります。それから先ほど の市町村に主体性があると言われている教育についても、基礎教育についてもですね、やはり教育の在り方に関わらず、市町村が実施主体とされているもののうち、やはりこういう特殊な環境でまた帰還をしていく、そのプロセスにおいて非常にまあ、一時的にか、あるいはかなり長い期間、障害されるといいますか、そのトラブル問題が起きうることについては、
やはりこう市町村間の連携やあるいは国や県の支援というのが絶対に必要なので、そこについてやっぱり書いてくれないで、それぞれの省庁で考えてくださいねということや、それぞれのところで考えてくださいねというレベルではいけないんじゃないかというのが思います。それから最初に申し上げたように、やはり住民の不安というのは多岐にわたっています。でそれはこのことはそこに相談に行けとか、除染するなら向こうに行けとか、何々するならこっち行けとか、生き残りはどこそこに行けっていう話はですね、やはりかなり住民にとってはストレスの大きい話だろうと思います。したがって相談員がチームで対応するというのもとても大切ですけれども、少なくともワンストップでと言いますか、いろんなことがいっぺんにですね解決するような仕組みを市町村の中にも作るし、あるいは市町村が困った時にワンストップで相談できるような国なり県なりの支援の仕方もですね、それはその環境省に行けとか、そのことはこっち行けと言わずに済むような仕組みをぜひとも実現してほしい。でちょっと長くなって申し訳ないんですけど、この参考資料の3のところにですね、4ページです、発災当初からこのことを福島県医師会としても我々言ってきました。やはりそういうことが散逸してしまったり、あるいは相談やそのいろんな知見がバラバラになってしまって不安を増強することがないように一括してですね、ここでは我々ナショナルセンターという言い方をしておりますけれども、そんなにそのでっかな建物とかいうことを想像しているわけではないので、ぜひともそのワンストップで住民の相談が受けられる体制、そして住民の支援をするさまざまな人たちが今度はまたワンストップで国や県の支援が受けられる姿勢体制ということをより具体的に書いてですね、各省庁が要は縦割りを超えてですね、あるいは市町村というその行政区の縦割りも超えて協力できるような環境を作れるとすれば、これは県なり国なりの役割とても大きいと思いますから、そこを具体的に書いてほしいというのが現場のこの間ヒアリングに行っても一番感じたことですし、我々生活していてもその感じるところですので、そこについては書き漏らしのないようにお願いをしたいと思います。主に場所とすると、今、先生がごめんなさい、後ろの方から答えてしまうことになりますけれども、9ページの括弧4ぐらいのところですよね、多分そこのところをもう少し具体的にという形ですよね、こちらにね。おっしゃる通りで、相談員の機能についてはですね、全体の構造として放射線から書き出してはいますけれども、例えば9ページの第2パラというか2行目以降ですね、相談員は住民の日常生活や将来に向けての生活再建、生活設計の支援等とこういうものにもですね応えていく機能というのは期待されると思います。でもう一つ言えば、相談員の方は帰還した後ばかりではなくてですね、帰還するかどうか迷っておられる方もあると思いますし、それから市町村単位ですと、その帰還云々のところでないの他の地域にもですね、この活動はまたがるように思います。そういった相談員の機能を今度は支えるという意味で、この括弧4の拠点の整備と書いてございますので、そういったところの機能をですね強化する、書き込むということかなというふうに考えてございます。別紙の3ページのところには、実際の際に考慮すべき課題という形で、もう少しだけちょっと具体的なことは書いてはいるんですけれども、そのことも含めてちょっと私どもの方はですね、大体のイメージが出来上がって実はいるんですけれども、なかなかそれを絵に描くとまたそこがちょっと問題になりますので、なるべくその絵の今のイメージがちょっと文章に落とし込めるような形でさせていただきます。それから健康相談の件、受診率が低いということは再三星先生の方からご指摘があったんですが、これはやはり8ページの ③ のところの健康相談などという、ここにちょっと 2,3 行を加えるような形でよろしいでしょうか。本体の方に書いていただきたいと思うんですね。で受診率の低さで、それを上げていく努力で、それは努力をするとだけ書くとですね、さっきの太鼓の話になりますので、そういうその区域を超えてやれるっていうのは、ちょっと具体的なですね解決方法のアイディアも盛り込んでいただくと、みんなが共有できるんじゃないかなと思います。これは乗り越えていただくべき僕ハードルだと思っています。わかりました。
例えば6ページのところにはですね、要するに我々さらっと書いてありまして、今星先生がおっしゃっていたような今現在の抱えている課題のようなものは書いてないわけですので、そういうシステムを作るとすれば、そういった課題を見据えてやるべきだという意味で、例えばここに書き込むとか、いろんなちょっと工夫を考えてみたいと思います。はい、どうぞ。森口です。この散歩通、住民の帰還に向けた取り組みのですね、6ページから9ページにかけて合計で6項目発言をしたいんですが、まず2項目だけ星先生の今のご発言に絡むところだけですね、先に発言させていただいた、もう一度発言させていただきたいと思います。1点目はですね、この相談員がどういうところのどういう相談に乗るかということでですね、今その星先生おっしゃったように、こうワンストップで、やっぱりそのいろんなことが相談できるようにしてほしいというところがある。その一方でやはりかなり健康関係のところについて重視した書きぶりになっているので、それがうまく両立できるのかどうかですね、その健康のところについてはしっかり見ていただきたいということと、その一方で何でも相談できる方を置いていただきたい。ちょっとその私自身もその考えがまとまらないところがあるんですけども、特にその健康に関してきっちり相談できるということになりますと、まあ、今日の書きぶりとしてはかなり明確に保健医療福祉関係者等という書きぶりもありますので、こういうことになってますと、おそらくその省庁の割り振りとしては厚生労働省とも相当深く関わってくるかなと思いますので、そのあたりどういう制度設計されるかというところがですね、非常に重要かと思いますので、こことからまだ他の有識者の方からもご意見あろうかと思いますけれども、この相談員という話は今回の具体的取り組みの中では非常に重要なところだと思いますし、から今日のヒアリングのご報告の中では、福島県立医大の宮崎先生の方からまあ、成功事例はあるけどそれはそのまま応用できない可能性もあるのでというご注意もいただいているので、ここの設計はぜひ丁寧にやっていただければと思います。それからもう一点はですね、これも星先生おっしゃったことも少し関係するかと思いますけど、6ページの冒頭にですね、関係する省庁においては指示の対策を準備しと書かれているところで、これは最初のブロックの2ページのところで申し上げたところとも関係するんですけど、やっぱりともすれば関係省庁バラバラにということになりがち でそのことについてはですね、有機的に結びつける取り組みということが三段落目の末尾に書かれているんですが、これ国には各地域の実情に応じて州の対策を有機的に結びつける、これどっちかというとその地方自治体とか専門家とか住民の結びつきを国が支援してくださいと書かれていると思うんです。まあ、それはそれで重要なんですけども、それ以前にまず国自身の取り組みの中での結びつきがですね、なんかこの文章の中では十分書き切れていないような気がいたしますので、ここにやるだけではなくて、そこについてもぜひ連携を取ってやっていただければと思います。わかりました。今の点は大丈夫ですよね。わ、はい、かりました。森内先生、なんか別それ以外にもいくつかっておっしゃってましたから、もしよろしければ続けてどうぞ。はい、それで時間も限られておりますので、なるべく手短に申し上げたいと思います。先ほど森下さん時間からお答えいただいたことの関係するんですが、6ページの末尾から7ページにかけてですね、一般に空間占領、個人占領は一般に空間占領率から推定される被爆積算占領より低い傾向があるという文章があります。でこれはもう前3回にたびたび指摘をさせていただいたんですが、なぜ低くなるのか、これはその占領概念の違いによるものなのか、それとも空間占領率の、からその個人占領の推定式にこれまでも用いてきた式の問題なのかですね、そこの部分が、まあ、脚注みたいな形でも結構ですので、ここはやっぱり書いていただいた方がいいのではないかなと。低い傾向があるというのがなぜなのかというところがですね、やっぱり説明されていないと、やはり誤解を招く必要、まあ、恐れがあるかなと思いますので、そこはできれば書いていただければなと思います。それから7ページのですね、両括弧2にロードマップという言葉が出てまいります。で実は福島再生の会の岡野宗男さん のヒアリングのところにもロードマップという言葉が出てきたんです。これはどっちかというと復興のロードマップのお話だったかと思うんですね。でここに書かれているのはここでこの検討チームとして今議論しているその対策に関するロードマップで、そこの中に、まあ、復興計画などもロードマップに合わせて提示することが望ましいと書かれている。もちろんこの我々の 対策としてはロードマップも必要なんですが、
やはりより大きなロードマップがあって、それの中でこのまあ、被爆関連の対策のなんかある種工程表みたいなものがあるかなと思いますので、ちょっとそのあたりの言葉をもう少し整理をしていただければなと思います。それから3点目がですね、8ページのちょっと待ってください、すいません、8ページの ② のところにですね、住民の被爆線量の低減に資する対策ということで、まあ、これ除染あるいはその除染後さらにどうやって下げていくかということに関わるところかと思うんですけれども、汚染源の把握、その汚染源の除去清掃等というような表現が出てまいります。それからですね、9ページにもですね、これはその相談員の方のその相談内容として2つ目のポツに、汚染源の把握や除去清掃等実施と書かれておりまして、別紙の方でですね、別紙の2というページなんですけれども、これの3番目、実施の際に考慮すべき課題ということでですね、3番目のところポツに、効果的な局地汚染の除去清掃等を行うこと、汚染の除去清掃等が困難な場合は遮蔽回収等を行うことというような文章がございます。ちょっとこれは具体的な修正の文案をお送りして、別紙の部分と本文の方で修正の度合いがちょっと違うんですが、これが理由があってされたのかどうかというのは、やっぱり特に2階のその屋根の除染などが難しい場合にはですね、室内の線量がなかなか下がりにくいケースもあって、そういった場合によっては、その回収というような対応が必要になるようなケースもあるんではないかなと思っております。で、そのことと、先ほどその空間線量に比べて、個人のその線量が低くなることがまあ多いんだと思いますが、現実にはそうならない可能性がある。したがって、これまでのその空間線量から推計してきたものが十分に安全かと言えるのかどうかというのは、かなりケースバイケースだと思いますので、であるからこそ個人線量の把握が必要なんだという、だから対策をしなきゃいけないんだということから言えばですね、そういうそのどういう対応が取れるのかということと結びついている必要があるかなと思いますので、そこのところからもう少し書き込んでいただければなと思います。別紙の方には十分書いていただいているかと思います。で、最後長くなって恐縮なんですが、これは対策としては4項目書かれているんですけれども、できればですね、これはその個人の人の健康影響ということに対する、防護を中心に書かれているんですけれども、放射性物質がある中でその暮らしていくということになって、よっておいてですね、やっぱり生活なり、あるいはそのいろんなその生産活動に関する影響というのが出てくるかと思います。で、それは、今日の資料の立て付けで言えば、この検討チーム以外の部分でやるという整理になっているようにも見えるんですけれども、実際のやっぱり日々の暮らしの中でのそのご相談というか不安の中では健康影響となかなか切り離しにくいかなと思いますので、そこをすっぱり切ってしまうある種のこう縦割り感がなんとなく感じられておりまして、そこのところも何らかの形で少し言及いただければなと思います。大変長くなって恐縮ですけれども、以上でございます。ご指摘のところの最後の部分以外は多分受けることができると思います。で、最後のところですね、いわゆる多分、森口先生がおっしゃっているのは個々人の健康への影響じゃなくって、例えばある一定の放射性物質が少量でも残っていたところで牛を飼ったり酪農のこととか、それからそこでそのお米を作ったりとかっていったようなことに対しても一つ一つ相談に乗り、そうしていかないと放射線に対する不安とか、それが最終的には生活設計、自分たちがそこで生活をしていく上で非常に気になることを元を正せば、自分たちの不安の放射線の自分が病気になるかならないかという不安に加えて、生活をしていく上で今までの自立した生活を続けていくためにはそのなりわいに対して放射線の影響があると言われている以上はそのなりわいが成り立たないという意味ですよね。で、そういうことをこの中にうまく書き込むような形なんですよね。そこは前々から気になっていて、どこにどういうふうに入れたらいいのかが
なかなかよくわからないんですが、確かにそのことも含めて本当はこちらの検討チームで検討していただかなければならない内容だったことは確かなんです。ですから少し、先生もご指摘がありましたようにこの中に書き込むことがちょっと難しいので、どういう書き方にしたらいいかということをちょっとご相談させてください。すいません、忘れてはいません、決して。ありがとうございます。極めて具体的な例を申しますと、やはり衣食住いろいろあると思うんですけども、例えばゴミがやっぱりどうしても出るわけですよね。であるいはその庭の掃除をされたり、あるいはその農業を業として営まれるか、その自家栽培的にやれるかどうかは別として、まあその食べるかどうかっていうのもあるんですけども、例えばその落ち葉を燃やしていいのかどうかとかですね、こういうことだって科学的にはそう簡単には判断できないわけですね。ですからそういういろんなやっぱり生活をしていく中で、やっぱり放射性物質がそこにあるということでですね、空間線量からこうですよっていう以外にですね、やっぱり科学的な判断とか助言を求められるような場面がいろいろあるかと思いますので、そういうその健康影響と生活の本当に接点のところについて、やはり丁寧に見ていく必要があるかと思いますので、そういう意味でございます。はい、どうぞ。はい、春日です。本来はこの検討チームではこの議論こそ、時間をかけて、じっくり、やるべきだったというふうに感じております。ですので、この議題に関する時間が長くかかるのは仕方がないというふうに思っております。6ページから、10ページ目までこの構造を全体に見てみたときに、最初星先生もおっしゃいましたけれども、なんとなく分かりにくい感じを持ちました。それは、括弧1から括弧4を、ずっとこう後までいかないと全体が読めないという構造に起因しているのが一つだと思います。それからもう一点、1が個人線量の水準の把握で、2が、ロードマップの策定と続きますけれども、この ロードマップの策定の中にまた丸1があって、個人線量の把握から始まって、丸2、丸3、丸4はどちらかというとこの大きな括弧3、4と共通する構造になっていることです。ですので、一つのご提案ですけれども、まずロードマップの策定ということを一段上に上げていただいて、全体の構造を、この章のですね、構造を分かりやすく書いていただいてはいかがでしょうか。具体的には、現在の2を、括弧2を先に書いて、それから括弧1、括弧3、括弧4というふうに組み替えることです。で、それに加えて、新たな括弧5として、星先生がおっしゃった、健康管理と適切な医療の提供、これを、ぜひ加えていただきたいと思います。やはり放射線に関する、不安を持って、今後帰還をしようかどうか、どうしようかという判断に迷うときに、帰れば、しっかりときめ細やかなその健康、検診体制が、継続的に提供されるということ、そして万一異常が発見されたときには、適切な医療を迅速に提供されるということ、この安心感があることが、大きなその、判断材料になると思うからです。今、これが、大きな組み替えのことです。次に具体的に細かいことをちょっと申し上げたいと思います。現在の8ページ、括弧2の丸2ですけれども、ここに住民の被爆線量の低減に資する対策ということがあります。森口先生の除染に関するご意見と共通しますけれども、この3行目、復興の動きと連携した除染の、除染の前に、無駄のない合理的なという言葉を入れていただいてはいかがかと思います。それから、次の行、その汚染源の除去、清掃等とありますけれども、除去の前に、汚染源の特定と標識、コンマ、そして除去、清掃等と入れていただいてはいかがかと思います。ごめんなさい、標識というのは。はい、汚染源が、除去できる場合だけとは限らないと思うから思うので、まず汚染源を特定して、そこに、マークをつける、つまり、ここはなるべく近寄らない方がいいということを、住民の方に分かっていただく、そういう行動を。ああ、分かりました。はい、そこをはっきりと
それがそこだよっていう、はい、あの目印をつけるという意味の、そうです、目印です。そうです。で、その結、その後で除去が可能であれば除去したり清掃したりするという、そういうあの段階をご提案します。それにこうしまして、別紙の方もあります。別紙の括弧に丸に、ここに、丸ポツが、ポツが3つあります。1ポツ目、住民の行動パターンに応じたとありますけれども、行動パターンに加えて、特に、通学路や、児童関連施設周辺、の、あ、すみません、パターンに応じたの後ですね、パターンに応じた、で、括弧して、特に、通学路や児童関連施設周辺の、で、括弧閉じ、環境モニタリングを実施すること。それから、この3つのポツが並んだ後に加えて、先ほど の, あの除染の、じゃなくて標識のことですけれども、住民の生活現場における、標識ということを、加えていただいたらいかがかと思います。それから、括弧3の、丸2、最後ですけれども、ここに検診のことを入れてはあの入れていただきたいと思います。すなわち、新たなポツを追加して、継続的、統合的検診体制と迅速、適切な、医療提供体制の整備をすること。以上、よろしくお願いいたします。わかりました。春日先生おっしゃったことは確かにこの点について検討チームで論議すべき内容だったと思います。ですから今ちょっと今のことについてはもう一回こういう書き方でいいかどうかというのを少し書いて、また先生に見ていただくという形で、ここで今すぐこう書きますって、先生おっしゃった通り書きますっていうふうにはちょっとお答えできませんので、ちょっと見ていただくという形でよろしいですか。ちょっとよろしいでしょうか。今いくつか修文の意見いただきましたので、そういうのはまずそういう修文の整理をして、それに対してこう対応したというふうな表を作らせていただいて、かつ直してですね、でご相談するという形にして、また規制委員会にかけるときにですね、そういった直しがあったこともですね見えるようにするようにしたいと思います。そういったことを やりたいと思います。それと少し春日先生の意見の中で、そのこの、この3のですね立て付けですね、括弧1、括弧2、括弧3、括弧4のとこなんですが、ちょっと説明が不足していて申し訳なかったんですが、まず括弧1というのはですね、まだ皆さんまだ戻られてない時にですね、その段階でその水準を調べてですね、でそれをまだ避難されている方々にですね、まあ、提供するという形になります。つまり時間軸でいうとですね、まあ、まだ動いてない時期ということですね。で、過去になるとその後にですね、この具体的なロードマップになり、そしてそのこの括弧3、括弧4のですね、仕組みを作ると、まあ、映画としてはそうなるんですけれども、そういう意味で括弧2が一番前に来るというのは、ちょっと若干違和感があるかなと思ってるんですが。その今書かれている括弧1で、はい、まあ、あらかじめちょっと調査をするという予備調査ですね。それも含めてロードマップに入れることも可能ではないかというのが私の提案です。なるほど。もし先生方よろしければそれでも結構です。はい。はい、どうぞ。もう少しこう丁寧に書く必要があるのかなと思うんです。例えば別紙の2のところの括弧3の丸1各省庁と書いてあって、ここには放射線に対する健康不安に向き合うため住民の健康不安に適切に対応可能な保健師活動って、こうもう断定的に保健師活動って書いてあるんですね。保健師の活動
って、一方でその前の方を見ると、いろんな人にやらせなさいって、この結局その、市町村の保健師さんの活動っていう話とですね、先ほど言っているその相談員の活動っていうのがこう重なっているのか重なってないのか、どういう役割分担なのかっていうようなことが書かれていないので分かりにくい。ですから保健師さんの活動にもいろいろあってですね、例えばその住民健診の健診率を上げるっていうのも大きな活動だし、メタボ健診の後の事後指導をしていこうっていうようなこともそうだろうし、あるいは放射線に対する不安に対する相談を受けるっていうのもそうだろうし、ですからその、川内なんかで見てきたときには、やっぱそういうものの役割分担を決めて、しかし相互に連携をしながらっていうようなその具体的な現場を見てまいりましたので、そういうことが分かるように書かないと、何かこれ独立したものがあってですね、なんか別々にやられているように見えちゃうと、またその誰の責任だみたいなことになりかねないので、その辺をちょっともう少しこう全体のですね、構成とこの後の別紙のところのその対応関係がもうちょっと分かるように書かないと、これなんか妥協の産物っぽいところがあるので、なんとかですね、そこはなんとか超えてほしいと思っています。通りです。別紙の方はですね、むしろ関係省庁における対策というふうには書いてあるんですけれども、これは各省庁が行ってくる、あるいは行ってきた対策です。でこれをすべて良しとしているわけではありません。ただ私どもの立場としては、今までやってきたことを全部全否定するものではありません。決してそれは誤解をしないでいただきたいと思います。ここに座ってらっしゃる関係省庁の方を別に要所するわけではなく、それをすべて否定するわけではありません。だけどここで検討チームの最初の時も皆さんからご意見をいただいたように、ニーズに合ったものではない、あるいはこういう取り組みだったらもっとこうしなければ効果的でないというような意見が出てますので、むしろこの対策よりもこの ② の実施の際に考慮すべき課題という、こちらの方がそちら側に要求している内容です。ですから、ただここも確かに書き方としてはまだ不十分、もっと具体的なふうに書き込んだ方がいい内容がありますので、この対策よりもむしろ課題の方にですね、少しちょっと軸を入れさせていただいた方が分かりやすいかもしれない。先ほど星先生おっしゃっていただいたような言葉がですね、対応していないというところは修正させていただきます。これが非常に分かりにくくなっている理由は、一つにはこの相談員という名前のもとに何でもかんでもそこへ突っ込んでいる。で実際問題として、その生活の不安っていうのは個々の方々の不安にはまたいろいろレイヤーがあって、雇用がないとかインフラができてないとかですね、なんとかかんとかいう、いわゆるその地方行政がコミットしなければどうもこもならん、個人ではどうもこもならんやつから、その最終的には個人の占領管理なり、あるいは健康管理なりって言って、これは本当に相談員が個々にやるようなことと、でそれは下手したら保健師さんとオーバーラップしちゃうと。でそうするとその全部この個人の保健師さんや相談員に突っ込むのはやはり無理で、そのシステムとしてレイヤーを見せていただきたい。それでそのレイヤーは当然ながら省庁、他の省庁とも被るわけですけれど、多分言えるのは、各々の市町村にそういうふうなセンター的なものがあって、それの中でそのコミュニティの再生もやれば、あるいはそれの下におられる相談員さんがいろいろと面倒見たりとかいうふうなシステムがないと、この今のこのそのなんていうかすりものだけで我々到底議論できないような気がするんですけど、それで頭かいてたんですけどね、ずっと。先ほどもちょっと星先生に申し上げたんですけれども、大体のイメージというのは実は出来上がっています。でただそれはまた出すとですね、いろいろ問題になって、確かに先ほどからちょっと私が申し上げましたように、相談員というのはチームでありっていう相談員図なんですよ。なんだけどそこのところをですね、なかなかこう字に書くことがなかなかできなくってですね、丹羽先生がおっしゃっているようなことは全てごもっともでよく分
分かるんですが、このまんまですと確かに字面を折っていくだけでは分かりにくいのは十分です。で、いくつかお知恵を拝借したいんですけれども、そこのところもちょっと踏まえてもう少し書きできそうですかね。私が申し上げたいのは、こまごま書くことが必ずしも必要ではなくって、国としてはどういう責任を持ってどういうシステムを作るかということがはっきりしておいていただいて、そのシステムが何をやるかということが欠けておればいい。で、最終的には個々の住民の方々の、これは帰還される方されない方も含めたシステムになりますので、そこの現地だけに張り付いて相談員ということだけではうまく機能しない部分が当然出てくると思います。だからやはりこのレイヤーのシステム、このレイヤーのシステムで最終的には個々の相談員ではあるけれど、それの上でもう少し大きいことができるような組織も当然なければならない。だからそれは今その絵があるとかおっしゃいましたけど、見せる必要はないなれば、いや 見せることができなければ見せなくてもいい。ただそのレイヤーがきっちり分かるような書き方をしていただければ、これほど細々書く必要もなくなるんではないかと。で、あとは細々したところはあとゆっくりと落とし込んでいけばいいと思っております。はい、分かりました。その意味では、おそらく、9ページの括弧4が一番の大きなですよね。おっしゃる通りでして、この総合的に支援する仕組みというものは、そのいわゆる現場ではですね、相談員でありますけれども、それを支える国がしっかりした支える支援拠点が必要だというのが、括弧になっています。これが並行して書いているので非常に分かりにくいということであればですね、これを少し分かるようにですね、整理するということかと思います。はいはい、春日先生がおっしゃったように、最終的にはロードマップは何のためかったら、これはその帰還される住民、あれされない住民の方のためのものなんですよね。で、それでやはりその生活設計がちゃんと成り立つシステムが必要ですよというのがあって、それの下にぶら下がるという、その横糸か縦糸か知らないですけど、それでそれを動かすシステムとして、このレイヤーのシステムの下にこのレイヤーがぶら下がりということで、少なくとも2つのベクトルが必要になると思っております。はい、それを分かるように整理したいと思います。少し線量についてちょっと意見を述べさせていただきたいと思います。別紙の1の丸2の5ポツのところに、個人線量の測定結果をもとに追加線量、追加被曝線量等といっぱいこう書いてあります。先ほどから追加線量とか、それから公衆線量とか、いろんな言葉が出てきています。で、個人線量計で測れるものというのは足したものでしかないということ、それから、自治体が独自にやられている線量計の、使い方等も多少違った部分もあります。で、個人線量というものを もちろん定義もさることながら、ある程度どこの自治体とでも共通に数字が持てるような方法がないと、なんと場所によって線量が違うっていうことが出てきてしまいますので、ぜひそこは統一性のあるやり方をしてほしい。ここに一部書かれていますけれども、ここはやはり基本的なことだと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。これはリスコミというか放射線を説明する上で基礎的なものです。特に不安を一つ弱気する原因としては、それぞれによって個人線量にしても線量にしても追加被曝線量についてもそれぞれの説明が一定してないということか、同じことを言っているにもかかわらず説明の仕方が違ったりすることによる不安感というのは非常に大きいと思います。ですからここちょっと2行ぐらいになってますけども、もうちょっと膨らませた書き方をお願いします。
一応5名の方からご意見は全部いただいたんですけれども、もう時間は完全にオーバーしてるんですけれども今森本さんの方から言われましたように、今日たくさんのご意見をいただきました。それで確かに、検討チーム最初に申し上げましたように、この時間が非常に短くて肝心なところまで行ってないのは事実です。ですがものを考えるにあたって、どこかで一歩前に進まないとなかなかキックオフという形にはならないと思います。で、いろいろな形を考えて非常に無理なお時間である中、また私どもとしては全ての検討をこの公開でさせていただくということの原則を一部破っております。それはなぜかというと、この検討チームに関しての案をもちろん公表するということは可能な状態にはしておりますけれども、先生方にメールで投げてご意見をいただくような形のものを取らせていただきました。で、この後もおそらく今いただいたご意見とそれをどういうふうに変えたかといったようなものを一つの表にしてまた先生にお願いする、これはメールで多分なると思います。もちろん公開をさせてはいただきますけれども、そういう形になると思います。ただこうやって検討チームを開いてここの場でお話をするということは、この4回目はこの次は原子力規制委員会にかけるという形で、もちろん先生方のご意思を踏まえた案をあらかじめ見ていただくということを条件をつけて、原子力規制委員会の名前で原子力規制委員会として提出させていただくということをお認めいただきたいと思います。もう一つは、先ほど丹羽先生からおっしゃられましたように、必ずこの作業とかこのやったことについては検討チームとしても、あるいはまた別の形の検討チームとしてももちろん参加していただいて、きちっとフィードバックを避け、それに加えて大きなまた意見をいただくという機会を必ず設けさせていただきます。もしここでまとめたこと、もし原子力規制委員会が提示したことがうまくまとめられてなかったようであれば、即座に先生の方からご意見をいただき、これはメールでも何でも一個に構いませんし、あるいは公開の場でも構いませんし、言ったことがやっとらんじゃないかっていうことを言っていただいて十分結構でございます。その段階でまた検討チームを開催させていただくということも考えておりますので、それもまだお役目はずっと続いていることをご了解いただきたいと思います。それから、先ほど相談員ということが何度も出てきました。で、これは相談員図という一つのチームプレーになっております。で、この中には専門家のご意見を聞いて、相談員が直接そこで、困っている人、不安を持っている人に直接お話しするにあたって専門家のご意見がどうしても必要になったりするようなことがあります。その時は誠に申し訳ないんですけれども、専門家としてのご意見を頂戴したい、したいので、この相談員チームのこの書店の拠点の中には全ての先生のご支援が必要ですので、そういう意味でもこれから専門家チームとして中に入っていただきたいと思います。その時点でもまた何かご意見をいただければと思いますので、この検討チームは少なくともこれでお開きではなくて、この会合は一応次の原子力規制委員会までの一つの区切りとはさせていただきますが、まだしばらくの間ご支援とそれから忌憚のないご意見をいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。はい、今中村委員からのご説明を聞きながら、その今後のことをどういうふうに我々として考えたらいいのかなと思っておりますが、冒頭に今日の進め方、どこまでまとめるのかということについて発言をさせていただいたことと関係いたします。で、正直申し上げてですね、この検
当の時間が非常に短かった、短いからという言い訳をしてはいけないと思うんですが、いろんな段取りもあってですね、議論がし尽くせなかったところはあるかと思いますが、特に今日2とか3とか具体的な議論がようやくできたんですが、なぜできなかったかというと、今日の1に書いていただいた部分ですね、その帰還を選択しない場合にどうするのか、あるいは放射線防護以外の部分をどうするのかというところの入り口で随分手間取ってしまった。ただそれは非常に重要な議論だったと思いますし、それについては今日の冒頭の1枚目2枚目にしっかり書いていただいたということで、それは大きな成果があったと私は思っております。ただそれについては書くだけではなくて、ちゃんとフォローするというか、どこが本当に責任を持ってやっていただくのかということについて、かなりさっき強い文案をお示ししましたので、ぜひそれは原子力委員会でご審議いただきたいと思うんですが、気になりますのは、むしろこの検討チームとして本来もっと詳細に時間をかけて議論をすべきであった2、3の部分がいかんせん議論がし尽くせてない部分があると思います。で、そういう その一方でですね、やはり次のことを考える、特にその福島の現地の方々のことを考えますと、やはりここで何かを出して前に進まなければいけないというご事情もありますので、今日ここで一旦議論をある種の、なんて言いますか、中間的なまとめとするということは必要ではないかなと思います。ただ中間まとめをするにあたっても、丁寧に私ども文案については見させていただきたいということは最初に申し上げた通りです。で、ぜひそう遠くないうちにですね、ぜひこのフォローアップをさせていただけないのかなと。その今日で一旦議論は切るということかと思いますけど、これで終わりじゃないというふうに中村はまさにおっしゃったので、我々としてもこれの後がどうなっていくのかということについてはですね、実際これ動かす段階でいろんな問題が出てくるんだと思います。それからヒアリングについてはもっともっとやっぱり現地の声を聞いていただきたいという話もありました。で、それはそういうプロセスの中で出てくることだと思いますので、ぜひそこのところよろしくお願いしたいと思います。で、一つの提案としてはですね、これは最終的なまとめではないという意味で、例えば中間取りまとめっていう題にしてはどうですかと言おうと思ったんですが、これは実は霞ヶ関文学でですね、中間取りまとめって書いて、実は最終取りまとめってあまり見たことがなくてですね、むしろ中間取りまとめって書いてしまうと、むしろ次がやっていただけないんじゃないかなというような危惧も覚えるもんですから、そうではなくて、もう書きぶりタイトルはお任せいたしますので、ぜひそう遠くないうちにこれのフォローアップのための会合チームを招集していただけるということについては、ぜひお約束いただければと思います。ご理解いただいてありがとうございます。私もそれを霞ヶ関文化というかどうかはよく分かりませんけれども、確かに中間取りまとめというのが何の中間だかよく分からないことは承知しております。ですからなるべくその言葉を使わないようにしてきたんですけれども、なかなかご議論いただくときに、検討チームとしてのご議論、あるいは原子力規制委員会としてのご議論という住み分けが難しかったこともありまして、こういう形にさせていただきました。ただ原子力規制委員会として出す案に関しましては、先ほどから何度も申し上げますように、必ず先生方に見ていただきます。その上で原子力規制委員会という形で出させていただいて、だいたい水曜日なんですけれども、水曜の定例会で他の委員の先生方を聞いて、そして、それでクレジットをつけて、具体的には原子力規制委員長から減災本部の方、あるいは他のところ関係省庁に落としていただくというようなことをしております。原子力規制委員会はいろんな形でウォッチングも続けますし、必ずフォローアップもいたします。そのフォローアップをする段階で、また検討チームの先生方に必ずご足労いただくことになると思いますし、今森口先生がおっしゃいましたように、遅すぎない前に必ずフォローアップをするように手配をしたいと思います。ありがとうございます。森内先生のお話と同じなんですが、冒頭で申し上げたのは、この文章はその不本意ながら議論が尽くされてない、でも不本意ながら例えば出るというふうな形に、次の文言 の修正のチャンスはありますが、ただその前に我々責任あるから見守りたいし、でこのような検討チームというのがスタンディングな上智 の委員会かなんかであるべきであろうという意見を申し上げました。それでここのところで
今般あの原子力規制委員会はあの検討チームを設置し、それから科学的技術的な見地から検討した、チョン終わりですね。でその場合にそのシステムとしてどうなるのかが今その先生からあのいやいやちゃんとまた招集しますよというふうには言っていただいて、それは本当だろうと思うんですけど、どういうふうにそれが動くのか全然見えない。で我々はいやいやこれ大変だよと例えば思うような事態が出てできても、例えばそのまあ原子力規制委員会の方でそうでないというご判断であれば当然招集はあの招集はされないわけでありますので、だから、そのあたりがどうも見えないとですね、非常にちょっと気に私はなっておるんですけれど、だからこれでその終わりではいさようならというような形であって、それで妙な方に動かないということを、だから文言としてそれをここに何かの形で入れていただきたいというふうにお願いいたしました。はい、あの冒頭のところでですね、あの森口先生からお話しいただいたお話ございます。規制委員会としてフォローする、それからまたあの庭先生から検討会議としてフォローするとありますので、その文言をですねどういうふうにかけるか工夫してまたご相談申し上げたいと思います。よろしいですか。はい、どうぞ。あの責任があるんだろうと思います。私もそしてこれからも長らく福島のことを考えていかなきゃいけないということだけはですね申し上げておきたいと思います。これでおしまいではありませんし、これから本当に期間だけではなくて長期に生活をする、これ多分福島県民だけじゃないと思います、多くの関係の人たちの幸せの一助になる、そしてそれを我々が責任を持って見守っていく、あるいは責任を持って議論をしていく、あるいは行動していくということを約束せざるを得ないんだろうなと、そのことは申し上げておきたいと思いますし、そういう役割を果たせるように皆さん方にも協力をいただきたいと思います。今まで多くの委員会で私何度も申し上げました、言いっぱなしで聞かれっぱなしでそのままになっていたものを少なくともいくつか拾っていただいたという意味では、私はその価値があったと僕自身は思っています。ただこれで終わりでないことも一方事実ですので、きちんとその辺はあのなっていますか、お互いにそういう理解をした上で進んでいきたいと、そのように思います。ありがとうございます。原子力規制委員会は昨年の9月の19日に発足をいたしました。その中の一つの項目として福島の原発事故を受けてそこで学んだことをどんなことがあっても生かしたい、そこで学んだことをそれを生かすことによって、いろんな形で今後の、まあ、何かお手伝いができるのではないかというのが少なくとも原子力規制委員会の一つのミッションです。多くのミッションもありますけれども、したがってこの事故によって何か起こったり、あるいはこれから起こることに対しては原子力規制委員会としては決して目を離すことなく、どこまで踏み込むかということについてはかなり論議があると思います。あるいは検討チームとしてどこまで踏み込むかということについてもかなり論議があると思います。しかし少なくとも原子力規制委員会、少なくとも田中委員長と私はこの福島の原発事故で起こったことを身に染みて、それをもって放射線をうまく伝え、放射線について不安を解消することを一つのミッションだというふうに考えておりますので、この席をもって検討チームがこれで終わるということは絶対にないということをお約束をいたしますし、また今後いろんな形でご支援をいただきたいときには誠に申し訳ないんですけれども、非常にお忙しいとは分かってはいますけれど、遠慮なく声をかけさせていただきます。先生方のご意見を非常に貴重として、なおかつ原子力規制委員会が独断で何かをするということのお素知りを免れないように、皆さんからご意見を伺いたい、いろんな方々のご意見を伺いたいということは基本方針ですから、それは忌憚のない意見を、ご披露するということも含めてこういう検討チームを開催したいと思いますので、しばらくお付き合いいただ
たいと思っております。それではよろしいでしょうか。時間が超過しましたこと、それから少なくともこれで終わりではないというふうに申し上げましたけれども、この4回非常にお忙しいところをお付き合いいただきました、重ねてそれからヒアリングにもお付き合いをいただきました。非常な形で十分でないことは十分承知しておりますけれども、必ず先生方のご意見を反映する形で、まず少なくとも第1回目の取りまとめのようなものは確実に前に出させていただきます。これをもって少しはキックオフができるというふうに感じておりますので、これまでのご支援、まず中間という形ではなくてまだ初歩段階ですけれども、ご支援を厚く感謝いたします。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。これまでの4回分本当にありがとうございました。戻ったか。